はい、皆さんこんにちは、山亮と申します。では今日はですね、どこに来ておるかというとですね、三重県四日市市も同じ人ですよね、四日市足名鉄道の日永駅ってことで、日永1丁目でしたっけね、ここは。ですよね、日永1丁目に13ね。はい、ということでね、いやー、久しぶりでございますよ。ね、久しぶりというか、まあ皆さんはね、いやいやいや、なんか、なんやかんや言いながら毎日投稿しとるじゃないかとね、質のレベルはどうであれね、質の低い動画でもございますから、なんやかんや言いながら毎日出しとるんやと、ね、いうことです、ございますがですね、実はこうやって外に出て撮影するのは本当に久しぶりですよね。年末、そう、年始は一切撮らなかったし、だから秋口ぐらいからずっと撮ってなかったんですけど、今日はね、久しぶりな、だからあれか、京都行った時以来か、ね、ということでですね、今日は久しぶりに外に出てね、撮影をしようということでございますね。で、何をしようかというとですね、まあ、何やかには言いながらこの訪れてる四日市足名鉄道ですね、考えてみたら、まだやってませんでしたよね。足名鉄道のターミナル。そうです。ということで、今回はですね、四日市足名鉄道ターミナル完全制覇の旅ね、やっていこうと思いますよ。いやいやいや、お手軽企画といえばお手軽企画でございますけどね。何してね、地元でございますからね。そう。ちなみにね、そっか、もうこんな時期なんですね。日永のね、梅祭りでもやってるってことでね。ああ、どうしような。会場にはね、ちょっと遠いんですけどね。まあ、道入りましたからね。行っちゃいましたが、場所は知ってますんでね。さてと、まずはね、日永駅なんですよ。日永駅はもう何度か紹介をしてますよね。まあ、こんな感じで駅前はちょっとしたね、お店がちょろちょろっとありますよっていう感じで、ただここはあれなんですね、今、空きテナントになっちゃったんですね。13通、ね、今、募集してるみたいですね。業種は不問らしいですからね。なるほど。まあでもね、自販機がね、キャビアの自販機とかありますんでね、ああ、駅前、まあまあ行くんですよ。そこのね、先に有竹さんってね、リックスの、酒屋さんでね、いろいろ売ってる酒屋さんみたいなね、ところもありますしね。でね、そう、今日はね、じゃあ、日永駅からね、どうやってしようかって言ったらね、まあ、いろいろ移動しますんでね、せっかくなんでね、1日乗車券ね、フリーチップがございますので、それ買っていこうと思います。そうそうそう、料金ね、こんな感じで書いてありますけど、こんな感じでね、ちょっと食券の券売機みたいなのがありますんでね、これでね、見てみると、1日フリー切符ね、終日の方が550円で売ってますんでね、これでね、行こうと思いますよ。とまあ、こんな感じでね、買ってみましたよということでね、まあ、でっかく日付が入って、1でフリー切符ということでね、やっていこうと思います。ちなみにね、券売機気をつけないといけないのはね、1000冊しか使いませんからね。そう、有人機だったらね、まだ壊してもらうことできますけどね、お金壊すことできますけど、ね、無人機だとお金壊すこともできませんから、まあ、それだけはね、気をつけないといけません。IC カードとかも使えませんからね、なんて話をしてたら、電車がやってきますね。ちょっと次の電車で行こうと思います。あんまりローカル線でね、一本逃すとね、痛いやろうっていうところもあるかもしれませんけどね。実は四日市足名鉄道って言うてね、まあまあ走ってるんですよね。こんな感じで多いところだとね、こんな感じで1234564日市方面やったらね、10分に1本出てたりとかね、こんな感じでまあ基本的に日中でも、1時間4本ね、4本ずつ出てますので、まあそんなにね1本逃してもね痛くはないということですね。でここでね列車の行ってがいて、特に日永駅はね、こんな感じで今、入れ違ってますけど、まだじゃん。ちなみに確か。日本で一番新しい心臓の吊り革車なんでしたっけ。そうそうそう、ラドゲージでね、幅が狭いもんでねっていうのをね、ちょっとまあ今ちょうど電車がね行きましたから、ちょっと人が減るでしょうから、日永駅でね、軽く、おさらいの方をしておこうと思います。四日市あすなろ鉄道ね、これ三重県四日市市で走ってる電車ということで、まあ路線はもう見ての通りということですね。四日市から宇都部線までに結ぶ宇都部線と西の方に伸びてるね、これが八王子線という名前なんですけどね、これなんで八王子線かっていうかというと、また西市のいた時に詳しく説明しました。ということで、ちょうどここがね分岐駅になっておって、まあ全線単線なんですけどね、ここでちょうど行き違いをして西日野線の電車が単線で奥に入って折り返してきたら、また宇都部方面からやってくる列車と折り返してっていう感じなんで、基本的にね四日市方面行くやつと35分で48分で48分という感じで連絡するような形になってます。これでね、西日野方面からね四日市方面に行こうとする人はそのままそうですね、西方面からやってきたら、こっちの方に行こうという人もこっちから乗れますっていう感じで、運行がされてます。こうとこうがって感じね。長さとしてはそこまで長くない路線ですよね。同じねナローゲージでも、またナローゲージの説明もしないといけませんけど、北西線に比べるとだいぶ短いですよね。市もまた来ませんし、全部宇都部もね、完全に四日市市内ですから、本当はなんか鈴鹿の方に伸びていく計画もあったらしいですけどね、もう今となってはでございますが。ということでね、四日市あすなろ鉄道ってことなんですけど、こんな感じであすなろ新聞なんていうのも出てるんですよね。こんな感じで沿線のイルミネーション電車とかがまたね紹介したできてればと思いますけど、こんな感じでね、いろいろ地元のねスポーツチームとかの応援とかもやってますよってことでね。地図もある、分かりやすい。大体こんな感じですね。川毛川、まあ、なかなか呼びにくいですけど、川毛川を過ぎたところにあります。実は日永地区っていうと、基本的には、隣はね含まないとしても、名残の一本門とか、だからここね海軍道路が、これ海軍道路っていう名前なんですけど、この海軍道路から上側まあ、全部基本的に日永町っていうところになります。日永の、真ん中が日永で、日永東と日永西っていうのが あるんですけどね。そうそうそう。基本的にこれ笹川中学校と南高のところで日永が分かれてますんで、ここまで大和田日永。で、笹中から、これ西日野になるんでしたっけね。そうそうそう。こんな感じで分かれてるんですよね。そう、ここら辺がね、実は照明がぐちゃぐちゃに混じってたりするんで、実は複雑回帰なところになってたりしますけど、そう飛ぶ地があったりしますんでね、街のね、こんな感じになってますよ。でこれがね、日永で梅祭りをやってるところなんで、まあ、ちょっとね離れてるんですけどね、こんな感じでちょっと日永の中でも同じ日永駅ってな、日永って名前なんですけど、だいぶねちょっと離れたところにありますんでね、逆に言うと日永駅はもうこの川を越えてね、この川端川を越えたら時折地区になっちゃいますからね、赤堀とかねあっちの方に地区になってしまいますからね。そうそうそう。まあこんなところにある、日永駅から始めます。まあ日永駅だったらね、また7分後にはね、どっちかしらの電車がやってきますんで、今宇都部駅が行ったんで、向こうで待っとったら西日野駅が来ますね。とりあえず西日野に行ってみる、宇都部駅に行ってみようか。まあフリーキープなんで何とでもできますけど。この駅からね始めるのにはね、もう一つね理由があります。まあもちろん私の家から近いっていうのが一番の理由って理由なんですけど、最寄り駅ですからね。なんか小入道くんがあちこちにいますね。ちょっと怖えぞ小入道くん、多いなんでこんな微妙に飛び出したなあそう、これがね、非常に分かりやすい。厄介だったものが置いてあります。これ何やというとですね、ここに書いてありますね、四日市あすなろ鉄道の台車って書いてありますね。あすなろ鉄道で実際に使用していたものがここに置いてあります。で全国で3カ所しか運行していない特殊表記ね、ナローゲージというものを使っている。これがねこの路線のねあすなろのナローに、由来にもなってますね。なんと線路幅は762mmということで、新幹線などって書いてあります。まあ近鉄もこれでね、もともとあすなろ鉄道は近鉄が運営してましたからね、まあ、その前は三重交通がやってたりするわけですけど、で、標準機の線路幅 1435mm の本当に約半分しかないということですね。そうですね、米山、この辺り走ってる名古屋線や米山線は標準機で、それで、長期ね、1067で関西保線とか三岐鉄道とか伊勢鉄道とかね、まあ、JR の在来線はね、基本的に、その幅ですよということでね、それがこれなんですね。ここに置いてあるのは凶器の台車というか車輪と、実際の特殊凶器、ナローゲージの台車が置いてありますよということです。これで比べるのがですね、この一番左がね、基準にして、一番外側にある、これが標準機の幅。ね。これが標準機の幅ですよと。で、ちょっとちっちゃくなる、これがね、凶器の幅。JR の在来線とかのね、幅で、このナローゲージっていうのはさらにちっちゃい、この幅になるっていうかね、これ相当ちっちゃくなる。そうするとね、昔はね、このね、小規模でとかね、ちょいちょいあったってことなんですけど、今ではもう本当に少ないというのは、輸送力とかもね、出力とかもね、ちっちゃくなっちゃいますし、で、言うなればね、トラックと軽自動車ぐらいのね、軽のバンぐらいのね、差が出てきますんでね。で、そうするとね、昔はね、このちっちゃい電車をね、手軽に引けるっていうんでね、それなりに全国をあちこちに走っとったし、費用もね、その分安く済むっていうんでね、あれだったんですけど、今となってはね、大型台車の方のがね、出力が上げれるモーターとか積んだりするね、こともできます。高速化もね、できますよね。新幹線だったら300キロね、と近くでね、走っていくわけでございますよ。ね、近鉄の広豊だと130キロとかね、余裕で出していくわけでございますよね。そういう風になってくるとね、この幅ではそうはいかない。最高時速多分40キロとか、それ60キロくらいまでしか出せないんじゃないかな。ね、ここなんかでも制限速度20キロの時は25キロとかになってますもんね。そう。そういう構造になってますよと、いうことですね。このね、珍しさから、それなりにね、鉄道派の方も来られるといいんですけど、どちらかというとね、北西線の方に皆さん乗りたがる傾向があるみたいで、あっちの方は燃え起こしなんかもやってますよね、曽原みゆきちゃんでしたっけ、ね、この子ね、クリアファイル買ったこの子ね、なんかもね、いますからね、なんて話をしておったら、向こうの電車が来るってことは、もうすぐね、西日本の方も来るでしょうってことですね。ちなみにね、横地安成鉄道は、もともとこの前は近鉄が運営しておって、で、その前は三重交通とかが、三重電気鉄道とかなんかね、いろいろやってたんだったっけな、ということなんですけど、結局近鉄の中でも国際3路線ということで、廃線にするかどうのこうのってなった時に、結局ね、沿線にね、学校も多いんですよね、ここ。で、通勤事業もね、それなりにはちゃんとあるということなんで、四日市市がね、資金援助というかね、出資する形でね、合弁会社を作ったのかな。で、四日市安田鉄道っていうのができましたよと。いうことで、今は四日市安田鉄道として運営してますけど、鉄道のね、下の整備とかそういうのは、確か近鉄とかやってるはずですよ、今でも。なんて話をしておったら、向こうからね、トロトロと。ほんとトロトロとでしょ、基本的に全部3両編成の電車がやってきますね。昔はね、ナローブルーっていうのも走ってましたけど、ブルーは引退したのかな。最近見かけない。確か引退したのかな。基本的にはやはり四日市方面に行く方が多いですよね。四日市方面に行ったら、ね、近鉄四日市の駅前ありますし。ただ品川もね、住宅地、見ての通りに結構住宅に囲まれてますし、あっちの方に行ったら結構ね、団地なんかもあったりしますからね。品川も人口の多い町ですからね。あと基本的に、西東線はね、八王子線の方はね、このまま分かれてきますけど、品川線の方、品川線じゃない、宇都部線の方は、旧東海道沿いを基本的にずっと走ってきます。ですのでね、結構見どころも多いところになってますんでね、また後々ね、じっくりと。言うてね、今回はね、ターミナル完全制覇って言ってもね、距離も知れてますんでね、ほぼほぼ全域制覇でね、できるんじゃないかと思いますんでね、そういう感じでやっていこうと思いますよ。面白いのが、改めてじっくりここのホーム見てみると、ちょっとなんかこっち側にホームの名残みたいなのもあるんですね。今は構造としては、二面三線ですね。西日野線がね、専用で、1面1線持っておって同じ面の反対側に、うつべ線が来てで向こう側に、うつべ方面の電車が止まるホームがあるって形ですね。おお、あれ駅の方に来た。なんだ山田さんを捕まえに来ちゃったかななんてことはね、冗談を置いといて。で面白いのはこれでね、四日市方面でしょ、こっちにこれ西日のも両方こっちに止まるんで、四日市方面に来た人はとりあえずこっちに来ちゃえばいいと。おお、向こう行くんだ。さあ、なんかさあ風雲急を告げておりますけど、何やとまでね列車来ましたね。まあ一駅ですけどね、まずは西日野駅まで乗ってこうと思いますよ。さあ、おツーマン運転してな、よいしょ。扉にご注意ください。 This is Nishihino. This is the final stop of this train. Thank you for taking the Yokkaichi-Asunaro Railway. Please make sure to take all of your belongings. Please stay clear. さてと着きましたよ、西日野駅ね。場所は西日野町でよかったっけな。こんな感じで金さんがあれですね、改札してくれるんだ。はい、すみません、どうも。よいしょ。はぁ。ということでね、やってきました西日野駅ね。さあ、実はね、西日野駅はね、全然知らない駅ってわけじゃないんですよ。まあ地元ですしね、何を隠そうね、私はね、この最寄り駅の学校からやってましたからね、もうここからすぐ近いんですよ。ここね。ここがね、あれもう見えてるのがね、我らが母校南高ってことでね、そうそうそう、だから本当だったらね、私もともと常盤の方に住んでましたから、ね、実家常盤の方なんで、常盤からね、安田鉄道でね、毎日通学というね、ようなね、ライフを送ってもあれだったんですけどね、まあね、通学代ね、かかりますからね、チャリンコでしたよ、私はということでね。そんなことも思い出しながらね、とはいえね、やはりね、最寄りの学校にいましたからね、西日野駅にはお世話になりました。ということで、ちょっと用具員さんがね、いますけど、はい、やってきました、今日もね、ターミナルってことでね、いやー、西日野駅、無事、ターミナルできましたよ、さあ、幸先よくで。でね、ここがすごく綺麗になってんのね、昔ね、こんなのなかったの。そうそうそう、駐輪場全然なくてね、うん。まあ、ただね、うちの学生は駐輪場を使わないね。なぜなら、ここから来てそこに歩いていくから、ここからね、そこだけのためにね、さすがにチャリンコね、通うのもね、バカバカしいですし、何よりもね、今、ちらっと見てもらってね、わかるかな。南高っていうのはね、まあまあ、丘という、途上が丘という名前の崖の上に建てますんでね、見ての通りね、真ん前がね、真ん前見て分かりますかね、こんな感じでね、崖なんですよね、丘って言ってますけど、ほぼほぼ崖でしてね、結果的にね、ここ、地下だとね、そこら辺とかに見えてますけど、あれね、階段しかないんですよ、スロープがね、向こうからぐるーっと回ってね、可燃性があるんですけどね、もう地元の人にしか分からない言い方で申し訳ないですけど、奥の方にしかね、スロープがないんでね、ああ、一応こっち側にもね、スロープあるにはあるんですけどね、一般の方は入れない。なんか工事とかがあるときだけね、そっちの方からつらって入れてってやります。っていうのは、こっち側、スロープね、坂はあるんですけど、急すぎて、登れないんですよね。っていう、すごい構造なんで、はい。なもんでね、あっちきついです。私もね、実は明石屋でね、郵便局の車でね、配りに来たこともよくありますけど、実はまあ、ね、通っとったってこともあって、結構、ちょいちょいね、こっちの配達に入ってることもありましたんでね、そうするとね、登るとね、ベタ踏みですからね、リアルベタ踏み坂ですからね、実際行こうか、実際行ってみましょうか、こっからね。まあまあ歩いておったってね、もう別に OB がね、母校に行くだけですから問題ないでしょってことで、ね、いや、市長から怒られそうやけどな、こんなことやっとったら。ただ、本当、映すとき気をつけてないとね、崖の上みたいなところですからね、不審者、丸出しになりますからね。で、そうそう、ここに書いてありますね、分かりやすく書いてあるわ。これね、先に西日野駅をね、簡単に説明しておくと、まあ、一駅だけね、日永駅から、この西日野駅までの一駅間だけをね、結んでる、路線。これが、これも書いてありますね。西日野線じゃなくて、八王子線という名前になっておりますということでございますね。そうだよな、東日野町だよな、ここ。あれ後でちょっとまた出しておきますけど、こっちです。ね。そう。まあ結構ね、言うたらもうここ、日永ですからね、渡った先日永なんでね、西日野の中でも結構端っこにあるんですけどね、なんでこうなったのかって言ったら、それなりに理由があるわけです。ね。それがね、これ。見てもらったらわかるようにね、今ここに西日野駅があって、今言っとったように東日野っていう駅が昔はあったらしいんですよ、この間にね。東日野駅っていうのがあって。で、もともとの旧西日野駅はここから先行ったところにあったらしいです。ね、私もね、亡くなってからしか生まれてないんでね、嘘やと思うんですけどね、ここの先のね、細い道路ね、笹川通りのね、抜け道としてマックスバリューに行くときに便利な道なんですけど、笹川のね、あっちとか、ブルーとかあったところね、あそこもなんか新しいパスタ専門店に変わったらしいですけどね、そう。そんなどうでもいい情報なんかを入れながら、ここ。ここね、片方を、アスナロ鉄道、今のナロゲージが走っとったらしいですよ。いや、めちゃくちゃ細いやろ。いや、で、駅もあったって言うんですからね。いや、車どこに走っとったんっていうね、今でもね、謎なんですけどね。この辺りの道は、まあ、今でも細いですけどね、そう。で、ここから先もずーっと伸び取って、室山、先、今ちやっといたって、室山まあ、いわゆる予防なエリアですよ。室山駅の八王子駅やから、この先に予防高校がある感じか、この辺りに予防高校がある感じですからね、昔はね、予防高校、八王子駅からやったらね、予防高校もね、来たんじゃないかなっていうぐらいの、ところではございますけどね。で、そう、大正元年にね、日永八王子間が開業して、八王子駅まで、伊勢八王子駅って名前やったんやね。そっか、有名な八王子があるからな。うん。で、いうことで、ここまで結んでおったんで、八王子線という名前でしたよってことで、予報の方までずっと伸びておったってことなんですよね。で、当時のね、元伊勢八王子駅の写真とかも今飾ってあるんですね。最近できましたね、これ。これが書いてありますね、昭和49年7月25日に発生した集中豪雨により、大きく破損、流出し、廃線となった区間を表しますということで、そう、昭和49年なんでね、うちの親父の頃には、ちっちゃい頃にはあったということでね、そう、写真なんかもね、当時の写真なんか、もし見つけれたらね、載せときます。なかったらカット。でいう形で、まあ、この辺りちょっと地区の入り組みもね、実は複雑で、まあ、地元の人しか知らないだろうということもあるんでね、まあ、一応地元ネタということでやっていこうと思います。でこれが旧西日野駅で、もうちょっと先にね、この先通といったところにあったってことなんですね。で室山駅がこんな感じで、なんと話をしておったらもう出てった。出てたしまった、そうで、梅祭りも今やってんのか。でも梅祭りの会場だったら歩いた方が早いな。ないじゃん、梅祭りってなってますけどね、場所ね、途上公園、あっちの方がありますんで、いや途上が丘なんで、このね、難攻のある丘、これがまさに途上が丘ということで、ね、これのね、裏側の方にあるんですよね。ですんでね、せっかくだからね、行ってみましょうか。ね、効果にもありますかね。東京が丘の草の上って言ってね。そう。いや。さあ、で、そう、トイレも綺麗になって、ここにね、ちょっとね、対比場というか、送迎車の停車スペースがね、できます。これはほんとつい最近、1年、2年の話。2年も経ってないような、1年、半年、1年とかの話ですよ。ほんとつい最近で出来上がったところでね、工事をやってましたからね。そうそうそう、私たちの時はね。で、奥のね、駐輪場もなくてね、そう。で、大体4号線とかは、で、そこがなくなっちゃったんだな。駐輪場がね、施設の、有料駐輪場がこっちの方にあって、で、よく養護の学生さんは、なんかが、ここからね、西辺野駅までやってきて、ここからわーっと乗っていくとか、あとはね、別の高校の子たちはね、逆に朝一ね、ここにわーっと集合してきて、ここだったよな、確か。うん。ここだったと思います。で、これ天白川ね。天白川を渡って、そう、懐かしいな。昔は、こっちの方にそういうのがあったんですよ。で、バス停あります。で、ここから、どっち行くんだったっけ？椿山の方行くやつでしたっけ？村山とかあっちの方からね、ずっと抜けてくね、バス路線が走ってます。1時間に1本ぐらいはあったかな。今もう2時間に1本ぐらいかな。ちょっと乗らないから調べない路線ですんでね、詳しくなくて申し訳ないですけど。ということで、もうすぐ、交差点が現れて、これで、行ける。こっから、そうだ。北館の方に入ってくるね。そう。1年生は大変なのよね。1年生のね、こう、玄関、なんていうんでしたっけ。上履きと変える場所ね。そう、靴箱とかはね、基本的に新東館の奥にありますんでね。一番遠いのね、ここから。そう。逆にチャリ通の場合はね、その真ん前にね、自転車置き場がありますんでね。チャリ通の方が便利な位置にあってね、まあ2年生、3年生になるとまた場所が変わるんでね、一概には言えませんけどね、でも数理コースだとね、常に遠いな、数理科だと南科になるから、常に遠いな、考えてみたら不利やな、その代わり数理科に入るとね、基本的に4階のね、東館の4階がね、1年生の時に当たりますからね、あそこは眺めがいいですからね。そもそも南高のね、学科のシステム知らんと、何の話をしてもって話なんですけど。で、そう。ここがね、笹川中学校ってことでね。二昔以上前ですけど、常盤中学校がなかった時は、常盤も全部ここに通ってたっていうから驚きですよね。そう。ね、私の、それこそ南高の先輩で、中学も同じエリアの、常盤地区に住んでらした方でも、の場合は、中学が笹中だった。当時まだ、それで笹中で、高校がそのまんま南高で、中学の変わらんやんっていうね、話をしてたというね、ことがあるとかないとか。で、これちょっと完全に裏道からになってましたけど、スーッと歩いてきちゃったな。こっちは裏口なんでね、基本的にそっちのスロープはね、まず使うことはないですよね。ただね、途上ヶ丘の方ね、梅林公園目指すのはこっちの方が近いんだよな。こっちのね、反対側にもスロープがあってね、まあ気になる方はね、Google マップで見てもらったらいいんじゃない？まあまあきつい坂で、こんな丸々のね、コンクリートになってますからね。まあ、あそこは、あっちの方は私も毎日通ってましたけどね。そう。チャリ通だったんでね。こっちの裏道はね、あんまり使う人いないからね。あれですけどね。実はこの道をずっと抜けていくと、ちょうど梅林公園のね、やってるね、梅がわーっと咲いてるね、公園にね、実は抜けてく道なんですよ。ただその先にあるのがもう住宅街しかなくてね、県立総合医療センターのね、裏手の方です。あっちの方にね出てくるんですけどね、まあ基本的にはあんまり使わない。私もねこの道なんで知ったんだったっけな。あ、そうだ、すっごい特殊な配達ルートになった日があって、1日だけちょうどこの日永地区の一番端っこ、一番端の家の配達の後に、なぜかね東桜川に1軒だけ配達に行くっていうね、謎のルート。なんかあれか、私の出発前に、なんか指定の荷物が出てきたぞとか言って、はいと渡されたようなね、そんなんでね、四日市市民の方なら分かると思いますけど、沖縄のこの端っこからね、東桜川ってもう全然別ですからね。だもんでね、もう、しゃあないんで、もう、西日野とか全然私の配達区じゃないところ抜けてね、もう、なんなら、ショートカットするために小杉町とかね、もはや四日市郵便局のエリアですらないところね、走ってましたもんね。そうそうそう。なんてね、そう、それでね、なんとかね、間に合えばよかったです。結局間に合わなかったですけど、まあそりゃそうだよな、と思いながらね、うん。なんかね、そんなことをしてたときに、なんかここ抜け出そうと思って走ったのが最初だ。うん、初めてで。まあ結局ね、通算でね、3回しか走ったことないですけどね、ここ。そうそうそう。そんなことがあったりしてね。さあ、で、こちら側ね、ずっと竹やぶが茂ってますけど、これね、ずっと抜けていくと、ちょうどこれがね、ですから、余郷地区と日永地区、笹川とか言われるエリア、西日野町と、日永町ね、大和田日永ですけど、こちらと。まあ、ちょうどね、境目をずーっと歩いていく形になりますね。うん。こっちもまだそうだよな。うん。こっちの方に入っていくと、車も少ないね。向こう側の道、ちょっとまた通れたら通ってみますけど、あっちはね、ただね、ちょっと、カメラ回すのにはね、大変なぐらい車が来ますんでね。うん。あれは何の建物だ？あれか、二次学園だったっけ？西日野の、特別養護学校の敷地かな。うん。あ、じゃなくて、あれは、職業訓練センターかなんかあるところだって違うな、多分あっちだよな。うん、話してて映ってる私確認しててよって U ターンなのね、 U がターンするのね。さあなんてね、話をしながらぼちぼち歩いていくと、まあまあまあ今日はちょっと花粉も収まってますね。そう、何が辛いってね、今花粉の時期でね、花が辛いんですよ。梅どうなのかな、今見頃まだ早いのかな。今年ちょっと寒かったですからね、梅林祭りって、あ、でも上りがずっと出てるんで助かりますんで分かりやすいな。よいしょ。あ、ここに公園出てきました。これはね別ね、ここは、だから郵便ポストは、あれじゃなくても、ここはもう、家も、こっちも、西日野に、西日野だったような、よいしょ。こういう時は公園とかね、案内見てるとね、わかりやすい。私有地だっけ？そうなんだ。私有地だったんだ。めちゃくちゃ公園感あふれてますけど、あ、社宅活動なのかな。所在地、西日野町になってますね。松下電工寮公園前ってなってる。松下電工寮、あ、だからこれ、今はパナソニックね、の寮なんだ。へえ、知らんかった。パナソニックの工場ってなんかあったっけ、こっちの方に。へえ、あるんでしょうね。だから、ここはその寮の公園なんですね。原光陵公園知らんかったな。で、場所はね、西日野町だから、これは3周だな。うん。ね、よか中品局ですけどね。うん。あ、今日はもう、集荷。集荷って言わないんですよ。集荷っていう場合は U パックを集めに行くことを指すんで、ポストのやつを集める場合は、これは取り集めています。郵便はね、あくまでも荷物ではありませんというね、なんかアップライドがあるのかで、そこはまあ、分けた方が分かりやすいっていうのもあるかもしれませんけどね。その割には昔あったね、今なんかどんどんなくなってるらしいですけど、郵便をね、集めに回るルートのこと、集荷ルートって言ってましたけどね。有名度の特約とかのね。あ、でもそっか。有名度になると、あれは郵便じゃないから荷物だから集荷っていう言葉にするのかな。難しい。西日野町ね。本当だ。あ、ここも全部寮だったんだ。そう。西日野町は私担当じゃなかったんでね。そう、ここら辺がですから、担当しとったエリアと担当外のちょうど品川町と西日野町でね、ビシッと分かれるんですよね。管轄部署はもうまるっと変わりますんで、同じ局内ですけどね、そうそうそう。よいしょ。いやー、ただの住宅街みたいなところに入ってますけどね。さっきも言いましたけど、これが一番最寄りのルートですからね。まあまあ離れてるのは離れてますからね。バス使いたくなる距離ですよね、ちょっとね。あ、でもバスもねえか、こっち。あ、いや、ある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 。県立医療センターから、バス出てるのがありますけどね。はぁ、医療センターね。県総合医療センターのバスに乗って、あれ何神社でしたっけ？白鳥神社でしたっけ？っていう神社がある、神社前っていうね、バス停があるんで、そこで降りると、一番梅里公園から近いかな。でもね、まあまあ距離あるんですよ。もう医療センターから直接歩いた方が早いか。ちょっとぐるっとね、ぐるっと敷地から出るのに大回りをしなあかんけど、いや、あっちのが近いか。うん。っていうくらいね、まあまあ不便なところなんですけど、実は駐車場がね、結構広いんで、車で来る分にはね、全然いいですよ。まあそのあたりもね、実際にね、見ながらね、ご説明できればと思いますよ。あと基本的には、よっぽどから言うと、このルートで行く人はいないですよね。東側のルートはね、金瀬もあったり、サトレーゼもあったりするらしいし、他にもいろいろと店があるんでね、あっちとか人は車でもブインブイン多いですし、あとはもう一つね、西に外れた方だと、今度笹川団地に行ったりとか、あと名前が、どう忘れた。何町やったっけ。精肉屋さんとかある。笹川の向こうからね、この町。ああ、どう忘れした。の方とかに行きます。何よりもね、あっちだと、同じ西日野町なんですけどね、琴湯さんっていうね、めちゃくちゃこの界隈ではね、この辺りだけじゃないな、多分全国的にも有名なね、和菓子屋さんがあるんですよね。琴湯さんっていうね、これはね、すごく美味しいです。とりあえずみたらし団子を食べて、何を買おうかなってね、走ってね、みたらし団子を食べながら、どの和菓子買ってこうかなってね、こう下見をしながらね、そうするとね、どれも美味しそうでね、困るんですけどね、琴代さんね、そうそうそう、なんでね、話をしておったら、これやらかしたかね、駐車場広いでしょって言おうと思ったんですけど、違う、この駐車場はね、言っとった雛賀の梅里公園の駐車場じゃねえや。ね、これはね、多分ね、南部丘陵公園じゃないかな。ボケとしとって南部丘陵公園まで歩いてきてしまった。うん、やっべえ、めちゃくちゃオーバーランだ。どうしようかな。間違えた。間違えた。この先は南部丘陵公園だって、これもね、立派な公園なんですけどね、ちょっとね、ここも紹介したいところとかあるんですけどね、ここはね、基本桜なんですわ。桜と栗が有名。栗がね、いっぱいあるんでね、昔なんか栗に拾いに来たような記憶ありますよ。うん。しまった、あれ、どこで曲がるんだっけ？地図見た方が早いか。はいはい、わかりました。あ、そこまで間違ってなかった。ここからね、こっちの方曲がったらね、いいみたいです。というかね、厳密に言うと、その今から行こうとしてるところも南部丘陵公園の一部らしいです。あ、そうなんだ。あそこまで全部南部丘陵公園だったな、おって。ここたら狭いですからね。よいしょ。結構散歩されてる方も多いですね。ワゴンが走ってきますね。よいしょ。これあれか？ああ！そっか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 。ここか、ここだ。そうそうそう。ここがね、複雑なんですけどね。どうでもいい情報だけ言っとくとね。ずーっと来て、ずーっと来て、ここが西日野地区と品川地区の分かれ目なんですよ。分かりにくいでしょ？そうだそうだ。で、だから南部丘陵公園って西日野地区とどっちにもかかってんだな。すごい、車いっぱいだ。頂上からセントレア一望できんだ。頂上からセントレア一望できんだ。曇ってるからな、どうだろうな。どうしようかな。行ってみようかな。今日は見えねえだろうな。あとね、それこそ南高の方が絶対眺めいいですからね。あそこが一番頂上に立ってますからね。しかもそこから4階建てのね、上とかで見れますからね。そうそう、あそこ南高だったらね、なんならね、富士山見えますからね。どっち登れっていうね、これ。あ、これはちょっとお子様と来るにはハードな道よ。足元もちょっと気をつけないとね、結構こんなん出っ張ってますよ。あらあら。あらあら。うわ、なんか急だ。めっちゃ急やん、これ。あらず、水平ここよ。あ、違う。水平ここよ。何この急。いや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 。おお、これはあ、そりゃロープもいりますわ。よいしょよいしょ。これはちょっと年取ったら無理だな。おお、あ、結構登るのね。よいしょ。よいしょ。ここでいいの？ここか？ここてっぺん？どう？見える？どこで？タンカーが走ってるのは見えますけどね。あ、前の木にフォーカスされちゃいますね。そこ医療センターやろ？あ、じゃ医療センターじゃねえ。あ、この辺り、こっちから先はね、全部ひながなんでね、バリバリ配っとったところなんで、大体のお宅の名前が。ふわっと思い浮かぶかと思ったら、思ったより思い浮かばねえな。5軒ぐらいしか思い浮かばねえや。やめとこう。ちょっとかすんでますからね。多分この煙突の先ぐらいにあるはずなんですわ。方角から行ったらね。あれが小石だよな。方角的、あ、違う、あれ、小石じゃなくて、あれ、三菱ケミカルか。ケミカル、だよな。橋は大京か。大京石油か。あ、コスモね。で、あっちが小石かな。まあ、コンビナートの街でございますからね。で、このまま、ずっと、行っていいの？これ。これはなかなかハードよ、ちょっと。はあはあ、よいしょと、これどこにつながってんだっていうか、梅林公園離れてってね、歩きにくい。いやいやいや、自然豊かな構造ではございませんか。いや怖えなこれ。この先まであんの？思ったより長いな。でも涼しいよ。2月なんで涼しいって言葉を言う季節ではないはずなんですけどね。大丈夫かいこれ。タヌキの1匹ぐらい出てきそうな雰囲気ですけどね。いやいやいや、これ本当にいいの？これ合ってんだろうな、道。いやいやいや、よいしょ。おう、あ、こっちはこっちで見晴らしが良さそう。あ、こっちでは見晴らし良さそうですね。どうかな。道を作っている風より道じゃねえな、これ危ねえな、そのまま崖に降ってくな。いや、どうかな、こっちだと見える？おかしいかな。ちょっと無理があるかな。煙突までしか寄らないな。よいしょ。あ、でもこっちの方が見晴らしはいいですね。そこは総合医療センターでしょ。あれ総合医療センターで、確かにその隣のね、あの辺りはね、とか泊小学校はね、泊まりなんですけどね、泊まり小学校の出たその校門の先はあれ日永ですからね。この辺りの子たちってどうしてんだろう。さすがにここ通うよね。常盤中学校がね、ある、的なりの家が実は航空街っていうね、設定になってたりとかっていうことがあったりするんですけど、まあ、笹川もそうですね、笹川中学校の隣は、日永地区のよかち、南高校ですから、あそこの子たちは日永小の扱いになるはずですからね、南中ですね、そう、南中だったもん、あそこら辺の子たち。ね、まあ、面白い区割りです。面白いっていうかね、近隣に住んでるものからみたいなね、はた迷惑な構造であると言って問題ないと思いますけど、さあ、結構でも景色いいな。もうちょっと霞が取れると見えるのかなですけどね、霞作ってますからね、そこで。まあ、方角的にはちょうどこれで真正面ぐらいのところに多分セントレアがあるはずです。まあこんなところかな。でも今こっちから人残ってきたってことはこっちから見てるんだろうな。ただこれ以上先行くとまただいぶ戻ったところに出ますから、それは困るな。よし、戻りましょう。でもあの崖登るのも嫌やしな。せっかくやからちゃんと全部一本道で歩いてみましょうか。よいしょ。梅林公園なんかすごい人多そうだったしな。よいしょ。よかった。皆さん意外と梅を見に来られてるんですね。よいしょ。桜と比べると梅ってね、どうしてもなんかマイナーというか地味な扱いを受けることが多いですから。この辺りはすっかり滝ですからね。だからそう、竹林はね、いないと思うんですけどね、メリットとしてはね、ちょっと見えてますけど、タケノコね、取れるのはね、竹の野分のところは竹の皮が取れますよというのはメリットなんですけど、その反面としてですね、いなべの方とかだとね、そういう時期にね、イノシシがね、食べにね、春にね、目覚めたね、イノシシちゃんがね、食べに来ちゃってね、まあまあ危ないんでね、よく聞きますよ。結構ね、イノシシもね、グルメなんでね、人間が見つけるより先にね、タケノコの芽をね、まだ地表に現れるまでとね、掘ってね、食べちゃうらしいですよ。うん。鼻が利くんでしょうね。はあ、これ失敗だったな。こっち選んだの。ああ、なんだこれ。まだ登るのか。うわあ。これどこに行くの？嘘？これ、いや無理だろこれ。嘘だ。これはもう道ないよね。まあもう無理だね。マジか。戻るんか。よいしょ。まあ仕方ないですね。戻ってきましょう。よいしょ。これ下りの方が怖いな。よいしょ。ここは何だろう、老人介護施設か、老人ホームか何かなのかな。そんな感じですね、作りが。あれ、公式的にあの道ずっと行けってことなのかな。重走路ってなってますもんね。残念ながら、U 字で走路になっちゃいましたけど。よいしょ。あれはちょっとさすがに入ってけんわ。ただの立ち破りになってましたからね。よし。はい、ってことを言ってきましたけどね。これ、下りきついわ。ちょっとバランス取るのに、カメラ持ってたらバランス取りにくいぐらいでしたからね。僕らの遊びはこうやるアドベンチャーパレードってなってますけど、これちょっと、子供が気軽に行くには、まあまあハードコースやと、いうことでね、この動画をね、参考にしていただければと思います。ということでね、はい、ってことを言ってきましたけどね、僕らの遊びはこうやるアドベンチャーパレードってなってますけど、これちょっと、子供が気軽に行くには、まあまあハードコースやと、いうことでね、この動画をね、参考にしていただければと思います。ということでね、あ、梅祭りです。あ、梅咲いてる。結構咲いてるじゃん。白梅の方、あ、勾配も結構綺麗に咲いてますね。梅林祭りのところってことでね。まあそんなに数実は多くはないんですけどね。どっかに書いてあるかな。梅のやつどっかに書いてあるっけ。こんなとこね。で、あ、もうちょっと奥行ってもあるんだな。あ、せっかくだからちょっと歩きましょうか。こっちの方にもあるみたいなんでね。こんな感じで。結構広い公園ですからね。北ゾーンと南ゾーンだってね。ここね、小動物園とかもあるんだね。結構ね、ここね、まあまあ広くて、無料で見れるはずなんで、私も最近行ってないですけど、ちょっとね、今日はちょっと寄れないかな。またね、今度行ってみようと思いますけど、こんな感じになってますよ、と。で、梅公園があるのは、ちょっと先ね、ちょっと先まで行きましょうかね。もはやこっちの南ゾーンだと宇都宮駅は最寄りですからね。結構遠いんだ。ここまた山、ここがきついですからね。まあ今歩いてるね、動画見たら分かりますよ。山の中なんでね。で、公園があって、結構遠い。こっちやったかな。咲いてる。これはモミジですけどね、この辺りに咲いてるのが梅ということでね、おお、白梅ちょうどいい、まだでも、あ、でももうほぼほぼ本咲きですね、いい時期に来ました。梅の花はいいですね。まあ、この辺りちょっとつぼみも残ってますね。ね、もうちょっとパカッと開きそうですね。いやー、いい。勾配もね、綺麗にされてますよ。こんな感じでね。よいしょ。ちょっとやってみよう。フォーカスが合わねえ。まあ、こんな感じね。いやいや、綺麗綺麗。で、この奥にもわーっとありますけどね。まあ、もともと海はそこまで高くにね、咲かないんでね。逆に見るのにはちょうどいいですけどね。にしてもちょっと、どうでしょう。ね、その梅公園ってね、梅祭りをやりますよっていう割には、どうですか、思いません。ちょっとちっちゃいんじゃねって思われる方もいるんじゃないでしょうか。そうなんですよね。実はね、このね、やつっていうのは、比較的新しいイベントです。っていうのもね、私がね、それこそ高校通っとった時はまだやってなかったはず。で、なぜかって言ったら、こんな感じでね、これメインでやってるのが、書いてありますね。雛賀梅林途上山ね、これ途上山って読むんですけど、復活させる会っていうことでね。実はね、戦前ぐらいまでは、すごい梅がわーっと咲いとるね、梅の名所だったらしいんですよ。ところがですね、ちょっといろいろ事情がありまして、その梅がね、なくなっちゃいましたということだったんですね。ですので、一回この辺りの梅はね、全然なくなっちゃったんですよ。で、それをもう一回ちょっと梅の名所として復活させようという、運動が起こりまして、これにも書いてあるので、よかったし、花と緑いっぱい事業により育てていますよということでね、登場山を復活させるからね、比較的新しい看板でしょう。ってことはね、これもそうなんです。で、もう本当に平成の時代に入ってからだったと思いますよ。ね、新しくこうやって復活させる植樹事業とかやりましょうってことになって、植え始めたんで、今でもね、あんまりその、若い、梅の木がね、多いですよ。で、この辺りもね、ほら、地区市民センターの寄贈でね、埋めましたよとかってなってますよね。これが、ほら、書いてあるでしょ。平成28年11月20日にね、植樹しましたよってね、なってますよね。ですから、28年ですから、まだね、4年とか5年とかってことなんでね、そういう感じ。これ今、あ、こっちは1999年だから、ちょっと嘘ついたな。私が思いっきり高校生の時だな、これ。に、こんな感じで、もう一応99年にも始まってたんですね。ですから、まあ、平成のね、時代には、から、やっておるよっていうね、ことで。まあ、この辺りが、ここが一応湖のはずですけど。まあ、そういう、経緯があります。ところです。ちなみに、あ、花王さんが噛んでんだ。花王さんが生活の身近な場所に緑の方が環境するもので、顔をみんなの無力で女性の支援を受けていますよということで、いろんな助成金が出てるんですね。花王さんとか、あと、花王さんもあれですしね、食事とかね、やっぱし力入れられるっていうと、王子製紙さんとかもね、よくやられてるイメージですね。それこそ、紙コップを使うね、アペックスさんのね、リサイクル事業のね、取材をさせてもらったこともありますよ、学生時代にね。結構ね、普段入れないリサイクル工場の中とかにね、入れさせてもらってね、あれね、貴重な経験になりました。実際その時に、今抱えてるそのリサイクル事業のね、課題っていうのをね、出てきた時に、その時にね、初めて水問題っていうのをね、結構深刻なんだなっていうのをね、知ったんだということもあります。うん、では木の問題とその水の問題、どうバランスを取っていくのかというね、女があるんだよとかね、そういうような話も聞きました。で、あとはね、結構、行政の、技術的には問題がないけど、行政がうんと、お上がうんと言わないからできないこととかも結構いっぱいあるっていうね、弊害とかの話なんかもね、そこでね、取材をしてね、やってましたからね、まあ、あれ、結構、評判が良かったみたいですけどね。そうそう、そういうようなこともやったりしとった学生時代でございました。意外とちゃんと真面目に学生やってた感じがあるでしょ。そういうと勉強から必死でしたけどねそのレポートを書いてると夏休みに書いててね、それをねやったりするのに学校にも行ってたんですけどね、そうするとね、私の生徒会でそれやってたんですけど、生徒会の顧問の先生が数学の担当の先生でもありましてですね、私がこうやってね、いやもうちょっとこれやってるので忙しくて、でお前、チャート式何ページまで進んだ、いやそれはですね、いやまあでもこちらの方ね先に仕上げないと、これも文化祭が迫ってますから、これ9月3日ですからね。ってことは8月中にあげないといけませんから、いや宿題も8月中に終わらせやなかいんだろうみたいなね話をね、しながらね、冷や汗をかきながらなんかいろいろやってたなぁなんて思いながら、一緒にやってたメンバーはどうなんだと思ったらね、7月中に終わらせたわけです私他にもね、あの時はちょっと通に出張行ったりとか、長野夏休みくっそ忙しかったんだよな。そうそうそう、どっかでも話したことあると思いますけどね、津で文芸部のねイベントをやるということでね、結構大規模な東海地区と近畿地方、普通は東海地区で大会やって近畿地方で大会をやるんですけど、三重県が幹事になって、じゃあもう東海も近畿もまとめてやってみようということで、すっごいでかい、東海近畿でねまとめてやる、大規模な、ブロック大会になったことがありましてね、それの実行委員長なんかやったね。その時にそれの取材なんかもダブルブッキングになってね、大変だったというね。懐かしいこといろいろ思い出してはこっちに来ると。言うてね、地元ですからね。まあこれは桜かな。うん。ね、この辺り多分桜だな。ですけど。梅なのかな、梅か。桜にしては低いか。梅だね、やっぱし。うん。枝付きでね、判別でできるようになって。おめえ植物詳しいんじゃなかったのかって話をね、されそうですけどね、昔ながらの友人には。私はシダ植物の専門なんで、私、シダ植物なら何だってね、答えれますけどね、多分ね。うん。いや、結構ガチでね、シダ植物だけは調べましたからね。うん。だから、すいません、もう茎がね、地上に出てるね、植物なんて興味ありませんから。そう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 。茎はね、茎までもがね、地下に埋まってるっていうね、ね、謙虚さ。さすがシダ植物ってことでね。どうでもいい話してるわ、本当に。まあね、そう、地下茎を這わせるんですよね、シダ植物は。どっかに生えてないかな。そう、シダ植物をね、探すのが好きなんでね、基本的に下を向いて歩く人間でしたからね、学生時代から。でぐるーっと回ったまた公園があるんですけど、今日はねとりあえずここから医療センターの方に抜けてね、もうバス使おうかどっちにしろあれだ、泊まり駅に抜けるんだったらあっちの方に抜けないといけないからな。うん。じゃあちょっと本当はここ湖が張ってるはず、池になってるはずなんですけどね、今はちょっと干からびちゃってますね。結構取りますからね、飛んでる感じ。まあこういったところね、散歩もね気持ちいいですね。そこの前の建物は老人ホームね。そうそうそう、ここは着ながら、隣の運送会社さんは泊まりだったはずだけど、そう栄水園さんがちょうどなんか建物がちょうどね分岐点のところになってたはずでね。そうそうそう、うん、なんか地図で見ると真ん中でぶっちぎれてるんじゃないかね。いやぶっちぎれてないか、ね、なってると思いますけど、本当にね、そうそう、泊まりとかね、この辺りとかとね、いろいろね、入り組んでる地域なんですよね。で、帰りはね、まあ言うて、日高の方は、もう、走ったことのない道ないですから、本当にリアルに。あっちの方からね、泊まり駅に抜けてこうかな。南日高とかあっちの方行こうかと思いましたけど。ということで、じゃあこれは駅間散歩のね、西日野から泊まり駅の、ね、駅間散歩にしましょうか。これで橋でしょ。そう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 。もしかしてこの地域の方でね、一時期ちょいちょいよく、ここによく郵便局の車が止まってるけど、あれ何してんのかなってね、思われる方がいたかもしれません。あれ何してたかというとですね、この辺りの配達をしてですね、お腹がギュルってなったらね、そこのトイレに書き込んでたんですよね。いやー、あそこのトイレ本当お世話になりました。この辺りそのコンビニとかもないんで、平日だとね、ひなが医療センターがあってね、まあひなが医療センターはね、ひなが医療センターって言っても通じないね、県立総合医療センターね、ひながの5450の132になるところやつですけど、覚えてるな、今でも番地。あれ、ここいいよね、公共事業所だから。そうそうそう。あそこの、配達が出てありますんで、ね、そこのトイレをね、お借りするってこともね、多々ありましたけど、うん。いや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 。ということで書いてありますね。あ、そうそうそう、白ひげ神社ね。あ、でも850メートル。泊駅まで1500メートル、 1.5 キロあるのか。まあまああるな。あ、もうここで折れて参考バス使いそうやな、これ。これで橋でしょ。ということで書いてありますね。あ、そうそうそう、白ひげ神社ね。あ、でも850メートル。泊駅まで1500メートル、 1.5 キロあるのか。まあまああるな。あ、もうここで折れて参考バス使いそうやな、これ。泊駅に行くなら。まっすぐ抜けていった方のが早いか。飲み物とか買ったりする場所は、ある。ここの公園はね、奥の方にいたら確か自販機あるんですけど、この辺り自販機もね、コンビニも見ての通りなんですよ。で、コンビニは、極端な話をすると、そこの医療センターに入ってるんですけど、基本的に休日はね、あそこ、なんか、入れませんから、そうするとね、どうするのかっていうとね、こっちなんですよ。はい。せめてドリンクね、買う場所はね、覚えておきたいですよね。で、そうするとね、こっちからずーっと歩いていくと、よいしょ、ここにね、マンションが建ってるんですけどね、このマンションのところにね、自販機がありますんでね、それかね、泊小学校のね、グラウンド越えた向こう側ね、向こう側、これ面白くて、ひながで、泊小学校が泊なんですけど、そのグラウンドの向こう側はまたひながになるんですよ。ここだけポコンって、泊がね、飛び出てくるんですよね。飛び出た泊って感じなんですけどね。そう。他は他で大原ひながなんで、まあ、微妙って微妙なんですけど、で、そのね、向かい側のところにもね、自販機があってね、あっちはモンスターが売ってた。あっちはレッドブルだ。あっちはレッドブルが売ってて、こっちはモンスターじゃなかったっけな。そう。おお。合ってるかな。あ、そうそう、ここにあるでしょ。ここに自販機がありますよ。で、ちょっとね、この辺りもね、梅埋まってますからね。ほらほら、モンスターでしょ。覚えてる。あ、レッドブルもあったか。あったら、そう。比較的、そう。こんな感じでね、自販機がありますね。そうそう、大体このラブスポート120円で売ってますからね。100円とかでもね、ありますからね。そう、大体この辺りをね、お世話になっておったな。大体こういう住宅地のところだと拠点になるからマンションとかになってくるんですよね。まあ大体配達がありますから、そう。今の時世だとね、なかなか、特に私4人配ってましたんでね、そうするとなかなか、ね、全校をね、毎日回るってことはね、そうそうないですから、そうすると、まあ、でもマンションとかだとね、大体ね、荷物出ますからね。そうするとね、マンションを基準にね、基準点にしていろいろ回るところをね、覚えていくっていうのがあるんですけど、あれ？あ、ここ駐車場にしたんだ。実は昔ここもね、ちょっと梅が埋まってたんですよね。あれ、失敗。ずーっと下ってくると、あ、ここにも梅あるね。ある。ちょっと梅、この辺りも埋まってますでしょ。ちょっと形が違うの面白いですよね。上が平べったい梅と、ね、ぐいぐい伸びてる梅とね、あるったりするのもね、面白いところですね。ずーっと下ってきましたけど、やっぱ医療センターから直接行った方が早いか。そうでしょうね。白ひげ神社からだとちょっとおまりになりますね。よいしょ。の場合はね、小学校のね、横の方ね、スーッとね、抜けていくと、そのまま海軍道路の先ね、出てきますから、三楽県さんとかあるところね、出てきますから、そのままね、医療センターの方にもうね、左側、左手なんですけども、見上げがありますから分かりますからね。そうするとちょうどロータリーになってるところがバスの発着所になってるんで、そっから行った方が早いな。よいしょよいしょよいしょ。でこの辺りが5380番地やから、でこの辺りもね、梅が書いてあって、結構梅を推してるんだよね。そう、一応ね、梅ヶ丘っていう名前になってる、自治会の名前がね。ただ地名として使われることないで、全部大技ひながになってたり、あとはこの辺りは泊山崎、もうちょっと入ってくるんですよ。ね、ぶっちゃけ入り組んでるんですよね。結構ね、この辺り配達してるとね、うちらが配達に行くと、別の部署の人がね、松内の家で配達しとって、あれここって郵便屋さんがね、ミスマッチするっていうね、いうこと多々ありますけどね。そうそうそう、町名で言うとね、本当に複雑でね、で複雑でもね、そんな問題のないところもあるんですけど、要は同じ配達エリアってなってるね、町名同士だったらね、そこまで問題じゃないんですけどね、配達区がまるっと変わるとかね、局がもうまるっと変わるね。同じ局内でもね、州がね、まあ、州が若い世代ね、局もあるでしょうけどね、大きいね、配達エリアが大きいところだと、1州、2州、3州とかって言ってね、州配営業部が分かれてますから、そうするとね、ちょうどここがね、そう、分かれ目なんですよね。こっち品川市よ。ここもまだ品川だ。ここはまだ品川だ。5380だろ、ここ。だろ、で、ここは分かれてなくて、ここは、ここはあった。ヒルズミルはあったから、確か教育違いでなければ、ここの曲がり角の曲がるっしょ。そうすると、こうなんやね。あそこはそうなんやけど、ここのね、先のエリアになると、隣塚原って言って、今度ガルッと変わるんですよね。そう。この辺りがすっごく複雑でね。で、こっちになると日中地区になるんですよ。この川の、こっちの、この家からこっちだったっけな。で、ここが泊まりで、その先に見えてる広い建物は日中なんですよ。ややこしい。確かね。一回 Google マップで出してみますけどね、この辺りのね、桜井図、ここら辺に出しておきますけどね。まあ、複雑なんすわ。配る分にはね。そうそう。ですから、本当になぜか郵便局の車がね、何台もこの辺りをね、くる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 行ったり来たりしとったらね、そう、ここは、もう、泊まりなんすわ。そう。泊まりないんやけど、確かね、一軒だけね、登録がひながになってる家があったりするんじゃったっけな。そういうね、飛びっていうかね、ポツンだったりしますんでね。そう。で、話をしてると、旧東海道の側道の方にね、出てきますね。まあ、旧東海道っていうわけじゃないんですけど、ただね、神社とかがある兼ね合いでね、まあ、昔からあった道になってるのかな。まあ、側道というか、抜け道としてね、まあ、ここの抜け道は、いろんな人が結構お世話になるんじゃないですか。金末の前に出る道ね、南港の前とか、で、サンドラックの方にずっと繋がっていくね、先の方に繋がっていく、道でございますよ。この辺りはもう完全に日中と言いたいんですけど、ここは泊まるのではないかな。そこの先の、そっちの、そこら辺は日中なのに、ここだけ確かポツってね、泊まり無駄になって、複雑なんですわ。うん、住宅地図を最初に見た時に「何これ」って言ったの覚えてますからね「覚えれやん」って言ってね、最初だいぶ苦戦しましたよ。でこれが泊まりの変電所ね、もう泊まりって言っちゃってますからね、この辺りが大和田泊まりのでしょ。泊まりっていうとね、あっちの方のイメージが強いですけど、白ひげ神社の方もちらっと見ていきましょう。隣の辺でしょね。ここは確か、あ、でもね、町名は品川になってたはずだ。品川西5丁目。ここから先が大和田品川で、厄介なのが大和田品川ってすごい飛び地があって、ここからコンビナート付近の方ね、あっちの方にも、付近というかね、ストンと飛んで先の方ね、あっちの方にもね、それこそ中央緑地公園とかある、品川東の先っぽにもね、大和田品川があってね、筋を分かりにくいんですけど、あっちは人が住んでるエリアはほとんどないんでね、浄水場とかがあって、それがたまにその住所に来るんで厄介っていうね、ことがありましたけどね。そうそうそうで、白ひげ神社は泊まりもないなんだよな。やっぱ歩くとまあまあ距離ありますね。こんな感じにね、百両市があって白ひげ神社があって、この先にですね、めちゃくちゃ長い階段がありますけど、ちょっと今日はもう登りませんわ。ここも結構由緒あるね、神社ですからね。ほら海軍省と、別府領金社って白ひげ神社って書いてありますね。おー、そうですね。いつの時代に作られたやつなんでしょうね。あ、書いてあるわ。後期2600年建。珍しいな。へえ、あ、まあ当時か。2600年ですから、ね、ちょうどゼロ戦できた時ですよね。そう、2600ね、下2桁00年ってことでゼロ式っていう名前になったっていうね。まあ当時はゼロ式って言わなくて、正式は零式ってね。いう読み方だったはずですけど、知らんかった、これ、後期1600年だったの、ですから、1935年だったかな、このところらへんですよね、そう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 、で、茂谷比叡大神ね、猿田の彦ね、の神を祀るということで。いつ頃起きて、また、明治39年に合祀して、ここがあれになってるんで、崇めていたため、慶長年間ってことは、江戸中期か、1596年頃ね、には、できてたよということですね。はー、おということで、この先にずーっと登ってた先にまた神社の社がありますよということでございますね。あ、話しとったら信号もいい具合で変わって、あれか、もしかしてここ海軍道路って読むのにもなんか由来してるんですかね。ここね、今でもね、地元の人がね、海軍道路って呼ぶんですよ。うん、まあ海軍の燃料所がこの先にあったはずなんですわ。その兼ね合いもあると思います。海軍ともゆかりが深いですよね。観光でいうとね、今や数少ない資源獲得、任務ができるね、任務じゃないですけど、ループ、資源獲得ループができるね、1の3っていうね、呼ばれてるところがあって、そこのね、通称見えくるって呼ばれるね、燃料をね、早水だとね、なかなか、大変獲得効率が悪くなっちゃって難しいんですけど、カモイ使ってね、ぐる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 ね、延々呼吸マス踏むっていうね、ループがあるんですけどね、あそこでループしとる寄るところね、あそこが海軍の燃料廠があった場所なんですよね、ちょうど。今、昭和石油さんとか三菱ケミカルさんとかがあるあたり、あのあたりにあったってことで、多分それに由来してるんだと思いますよ、1-3 ルートもね。ただここはね、今は何かというと、もう渋滞で有名なところということでね、ここの渋滞の模様っていうのは以前ね、この先にいきなりステーキが昔あったんですよね。いきなりできて、行くまでもなくいきなり潰れましたよね。いきなりして結局行くことなかった、何だったんだあれはっていうね、ところなんですけど、そうそうそう、あそこの取材に行った時にね、これ絶対やっぱりステーキが勝つだろうって私予言してましたよね。予言した場所の近くというか、あの時に泊まり駅を寄ってんだ。でもその泊まり駅から行くんだったら、その先に見えてるファミマが一番寄りやすいかな、なんですけど、ここのセブンイレブンは面白くてね、なんかね、わけのわからないね、オリジナルね、商品ね、あります。セブンイレブンのオリジナルじゃなくて、セブンイレブンじゃない謎のスイーツどっから取り寄せてるんですか、これっていうね、やつとかが置いてある。ちょっと試しに見てきましょうか、飲み物も買いたいし。よいしょ。さてね、買ってきましたけどね、ここ、車の出入りが多いですよね。いやいやいや、美味しそうなんかありましたよ、やっぱし。ここ本当にね、もしかしたら他のセブンイレブンさんでも売ってるやつなのかもしれませんけどね、この辺りで見たことないのがまた置いてありましたね。こんなね、セイロンティーのね、なんか紅茶ゼリーってね、売ってましたんで、思わず買っちゃいました。350円でしたね。あとね、なんかキリマンジャロコーヒーを使ったね、コーヒーゼリーっていうのもね、一緒のブランドのやつで売ってまして、ちょっとね、今日はこっちだけにしましたけどね。そう、これはおいしそうじゃないかということでね、買ってみましたよ。なんか滋賀の方の会社さんってなってましたね。まあ家帰ってからちょっと見て、テロップで出してきますけど、こんな会社さんのやつらしい。なんかあんまり見かけない名前の会社さんだったんでね、あれかなと、どっからこういうのを調べてくるんだろうなと思いながらね、ちょっと買ってみましたよ。ここはね、このお店は本当にセブンイレブンさんの中でもちょっと頭一つ抜けてますね。で、ここはね、ちょっと気をつけないといけないのがね、お地蔵さんがね、立ってますけど、ここ意外と抜け道としてね、使われる方もいてるのは、見ての通りね、もうこの先がね、大渋滞するんですわ。その兼ね合いでね、海洋とか行くのにね、こっちを抜け道に使ってね、行く方とかも多いんでね。あ、そういや、こっちの方にね、すごくね、そういや、地味にね、低い、背の低い、橋脚がありません。そう、陸橋というか、ありますんでね。ガード下、アスナロ鉄路のやつですよね。ちょっとそっちだけ見てきましょうか。ここから近いんで。はい、こんにちは、山亮と申します。ということで、まあね、続けとってるところで、まあ多分ここだけね、需要があるんじゃないかなと思うんでね、ちょっと切り抜いて作ってみますけどね。ここで今ね、新中西5丁目13ってところに来てるんですけど、ここね、実はこれ上ね、これアスナロ鉄道がね、走ってるんですよ。ところがですね、最近ね、結構いろんなところにね、橋桁のね、低いところで、こう話題になってるってことでね、私からも一本紹介しましょうってことで、ここです。桁下の制限高 1.8 メートルってことで、これは低いですよ。この高さですからね、わかります？私も手届きますもんね。その辺頭をぶつけるってことはないんですけどね。でね、何がすごいってね、線路もうむき出しなんですよね、ここ。枕木とかも触れそうな、こんな高さですからね。これはね、すごいですよ。で、なんかちょっと書いた跡みたいなのがありますけど、言うて橋脚自体も相当古いんですよね。大正時代とかじゃないのかな。で、何が面白いって、線路の幅が狭い。これナローゲージですからね。その中で線路の幅がめちゃめちゃ狭いですわ。ここはねもう昔ながらで、もうこの辺りの作りなんか見てもね昔ながらですよね。そう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 、平成29年と書いてありますよ。これはねあとから塗り直した時に作ったやつですね。前からあるのはあります。ここが、書いてありますね、3キロ 429m30cm 地点なんですね。これは、多分四日市駅起点かな、うん、から、この距離になりますよってことなんです。まあ、ある程度ちょっと離れたところになってるんですけど、うん、これも塗装表記だもんな。いつ頃作られたかってどっかに書いてないかなと思って、私もね、じっくり見るの初めてです。配達に来るときにね、よくね、この辺りをわーって配っとってね、一軒だけこことかがポツンとあるときはね、ちょっとね、そこら辺頑張ってね、ちょっと配達だった時、そのちょっと止めさせてくださいって言ってね、止めさせてもらって、ピョッて、バーって出して走ってね、そこで、はいってね、荷物渡してね、ピューっと行くっていうね、裏ルートを作ってました。車で取れやんかなと思ってね、一回だけね、挑戦しましたけど、ダメでした。赤車では無理でしたからね、やめときましょうね、皆さんは。あんなチャレンジしとったんか、お前ってね、言われそうですけどね。うん、まあまあ、もうこの後その辺りでやめましたよ。その線に至ってね、車止めてね、こう見比べたとき、あ、これは無理やなってね、諦めてすぐにバックしましたからね。そんな、こすったりなんか、そんなことは全然してません。はい。ね、っていうことは置いといても、まあ、こんな感じになってますよってことでね。まあ、せっかくだからね、ちょっと電車が通っていくところもね、見てみたいところですけどね。この辺りはね、結構細いところが他にもね、いくつかあるんですよ。この先越えたところとかにもね、そこはね、踏切がありますけどね、そっちは踏切になってて、こっちは高架になってるって面白いね、それも、ね、構造ですけど、そこはもう踏切ですからね、そうちょうどね、登っていくところのね、ギリギリのところなので、ここが一番ね、細いんじゃないかな。せっかくだからね、ちょっと、電車、まあ、15分に1本は通るんで、あ、ただそうだ、ここはね、2連チャンで来るんだ。行きの電車と帰りの電車がね、泊駅ね、その先にね、すぐ先に泊駅があるんですけど、そこで電車の行き違いをやるんで、その兼ね合いでね、ここはね、すごく、連チャンで電車が来ますから、試しにちょっと撮ってみましょうよ。思いっきり住宅地のね、ど真ん中なんでね、あんまりね、カメラを回すのは恐ろしい場所ではないっていうのはね、注記しておきますけどね、ちなみにね、この先からね、スーッと抜けたところにも道があるんですよね。わー、福岡、福岡ね、郵便配達やってましたので、それなりにね、顔見たら、あ、わかるわっていうことなんですよ。そこは助かりますけどね。そこに、お花屋さんなんかもちょっとあった兼ね合いでね、結構配達自体があったんですよね。そうそうそう。で、そう、ここがちょうどね、品川と品川、西と品川の、境目ね、こっちは品川5丁目で、向こうは品川西川渡ったら5丁目だった。いや、5丁目だね。最初に言ってたよね。まあでも、枕木とかもね、相当電気入ってますよね。何せそんなに、走る頻度も少ないですし、軽い電車が走るんで、多分線路の持ちもいいんでしょうね。どれぐらい前からあるんでしょうね、この枕木とか。相当古そうですよね。考えてみたら、別に踏切が鳴るからそれでわかるな。おおおおお、嘘、ハイジェット通った、嘘嘘、ハイセット通れるな。じゃあエブリワゴンも頑張れば通れたか。あー、すごいですね。ギリギリ通ってくんですね。あ、マジか。俺ビビって通れなかったけど、あ、ハイセットが通れるんだったらエブリワゴンも通れたな。なんだ、だったら配達だいぶ楽になってたね。いやでもね、やめといた方がいいと思う。ここほんと狭いからね。ゴリゴリやったらね、シャレになりませんからね。うん。あ、そっか。ほんとギリギリでしたけどね、今見たら。うん。余白10センチスケールで測れそうなぐらいの余白でしたけど。へぇー。しまった。思ったよりも電車が来るまでちょっと時間があるんでね。来やすいね。方法で、電車で来やすい方法だけね、説明しておきましょう、先に。多分行って帰ってきても、駅から行って帰ってきてもまだ間に合うぐらいかな。あ、でもそこが混んで渡れないからな。まあ簡単に言うと、この道ストーンと行ったら先にもうそのまんま泊まりの駅前がありますんで、泊まり駅がありますから、もうその先まで行ったら見えるはずですよ。ここはさすがに車入ってこないと思う。でここにね、バッティングセンターがあってね、スポーティアムでしたっけね、なんかいっぱい会社の広告が貼り付けてあることで定評のあるIM トラストさんね、良健さんにね、プラトンさんにね、どこも配達が必要になりました、その説はと。ね、あとなんかね、そうワイズスポジアムね、そうそうそう、鈴川さんね、鈴川さんはね、配達だけじゃなくてね、いろんな飲食でお仕事しとった時に本当にお世話になりましたということでね、何がすごいってね、ここはここですごいんですよね、この距離で、線路走ってますからね。柵なしですからね、インパクト強いですよね。で、そう今のうちにちょっと説明しておくと、こんな感じでね、ATS がこっち側についてるんですよね、ナローゲージの特徴として。要は幅が狭すぎて中に置けないんですよね。そう、その兼ね合いであれで、でもその真ん前が、ここはねもう駅で、そこが旧東海道でね、すき家の見えるあたりが旧東海道で、その先に国道1号線が走ってます。全部がシューってね、こうちょっと集まってるところにはなってますよ。ですから歩いてくるなら、もうここからずっと歩いてくれば、まあちょっとここを渡るのがね大変かもしれませんけど、まああとコンビニはね、買い物はもうそこの、ファミリーマートも近いですけど、駅のすぐ向かい側にね、ひまわりチェーンっていう、個人商店のねスーパーさんがありますんでね、ぜひそこもね使っていただければねいいかなと思います、でちょっとそこから行ったイオンタウンの床に詰まりまして、話をしとったら、そろそろいい時間じゃないかな、ね、思いっきりご住宅街なんだけど、一人でねこう撮ってると、カメラ回してると不審者ですからね、挙句の果てにね、もうこの辺りですからね、ああもうでも2年経ってるんか。郵便局辞めたのが一昨年の5月4月とかでしたからね、こっちの方の配達はもう作る前にもうしばらく入ってなかったですからね。そうするとただ不審者感がさらに増しますけどね。お、なった、まず最初にこっちからこっちに来るはずなんですわ。で泊駅で交換した列車が後からこっちにからやってくるはずなんでね。さあ、じゃあ実際にね、この下を通ってく電車どんな感じなのかね、なんかちょっといやらしい角度ですよね、この位置。どれぐらい近いのかね、もうだってこれに来ますからね、ほんと試して、まずこっから撮ってみましょう。おお、くる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 、おおおおおお、これは迫力ありますね。うわ、まだカタカタの音、振動の音が伝わってきますもんね。うわ、すごい。これ走り切ったからというよりは、駅で停車するのに減速したから聞こえなくなった感じかな。次はね、これで泊まり駅から交換しますから、列車をね、交換した列車が次やってくるはずですから、その様子はちょっとね、せっかくですからちょっと真下から覗いてあげましょうかね。いや、それでとりあえずね、ここの動画はね締めようと思いますよ。前にどこだったっけ、まあまあ狭いなと思ったところからだと、新庄もね狭いなと思いましたし、あとでそれこそ最近だと、その人気になってるところだと、ザキさんのね動画でね、すごいもう手が届くところにねあるっていうね強弱、出してましたけど、あれどうもあれね、ヒントがあってね、そこではどこどこ町のどことかって言ってなかったんですけど、三岐鉄道と近鉄が並走して走ったんでね、もうそうすると、もう場所がね、300メートルぐらい特定できますんでね、私もどこかは分かりましたんでね、あれは、富田駅から全然歩いていけるところで、私なんならあれですね、動画で映してますね、上から、三岐鉄道富田駅からね、ターミナル完全制覇の旅行った時の動画で、映ってるところがありましたね。そうあんなところにそんな狭い橋脚あったんだと思いますけど、ここもまあまあ同じぐらい人なんで、もうここ届いてますからね、ここ怖っ届く。まあ私177cmだからちょっとね、まあまあ上背があるとはいえですよ、忍びせずに、忍びしたらここまで来る、忍びしたらこれパンってやったら掴めそうですよ。もう怖っ、これは見応えるな。で何よりね、何て言ったらいいの、線路の幅がねちっちゃい分ね、なんかこうアトラクション感が増しますよね。逆に言ったらこんな手、ね、この肩幅ぐらいの、ね、幅でね電車が走ってるんですから、すごいですよね。踏切渡る時にもね この辺りの踏切は思いますけど、そう来ますよ。いい音だな。いや、これだけ台車の下ですからね、釣りかけをダイレクトに聞けるところないですからね。いや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 、すごい迫力でしたね。ということでね、今日はねこのナローゲージでね、多分ナローゲージが一番橋脚狭いんじゃないですかね。ちょっとまた北西線の方も探してみますけどっていうね、超迫力でね、ナローゲージが味わえるね、桁下 1.8m のね、橋梁っていうのをね、とりあえずこちらでご紹介してみました。またね、面白かったらね、チャンネル登録とかそういうのをね、いただければと思います。とりあえずね、この動画はね、一旦ここで終了させてもらって、まあ、ターミナル完全制覇は今からまたうつべの方まで行きますんでね、そちらも引き続きご覧いただければ幸いです。ということで、登録の動画はひとまずこれぐらいで締めたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。はい、こんばんは、山屋労働でございますよ。ということでね、もうそのまま撮ってますけどね、いつものごとく。さあ、では、泊まり駅から行こうと思ったんですけど、考えてみたら、今、行き違いの電車をね、撮ったってことは、ここから30分来ねえんですよね。そう、ここちょうど行き違いなんで、普通は要は上下にね、折り返してくるんで、まあ、実情15分に1本ね、何かしら電車が来るんですけど、この場合はね、まあ、1時間に4本、ね来るんですけど、行き違いをする兼ね合いで30分に1本しかタイミングがない。でそのタイミングをね、今撮影で見事に逃してましたからね、まあこれはまあ、多少予定してたというか、うん、まあここまで歩いてきてそういうあったなと思い出したから撮りましたけどね。そうそうまあまあまあ地元ですね、なんとでもなります。なんなら泊まり駅から一駅歩きましょうかね。歩いても面白いでしょ。どこまで歩くというか、まだ乗り放題切符を買ったのに昼回ってるんですけど、結局ずっと歩いとって、私一駅区間しか乗ってませんからねちゃんと元取らないとなここはただね、この先にあるんですけど、ね、ちょっとね、渡るのは渡りにくい。よかった。親切な。ああ、知りゆしさんのところね、ありがとうございます。渡してもらいました。そうそうそう、ああ、素敵な。確か東やってるところじゃなかったっけな。そう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 、もう感謝の念を込めてね、リンク貼っときますんでね、こんな優しいねドライバーさんがね、運営されてるね、ところ素晴らしいですね。ちょっと私も確かあれ重吉さんって確かカツ丼のデリバリーとかやってなかったっけな。違ったら今のところカットしますさあということでね、まあ話しとったらもうすぐ着きますよ。昨日ねファンも見えてますということで、ひとまず西日野から泊まりまではこれでいいか。多分間をだいぶぶった切ってますけどね。よいしょ。でここはね、そうそうそう、一回あそこがあまりに混むんでね、ここ混むまで行けんかなと思ってね模索したことあるんですけどね、さすがにここはね私は良いと思う。さすがに無理でしょこれは。さすがに細いでしょねということで、さすがに私はよくここはいかんかったんですけどね。まあ、こんな感じね、これで泊まり駅、まあしばらく電車これ今行ったから30分くらいですから、ね、こんな感じで電車が入ってってっていう構造でねなってますよっていう。面白いのが右側通行なんですよねあすなろ鉄道もなんか近鉄の影響あるのか、米山線なんかもねそんな構造です。で内容もね細い、もうだってこんな感じでね、ちょっと待って来るのおいけんだで、ここは、南ひなが第7号というだけで、向こうからずっと数えてくるでね、ギリギリ泊まりの手前ですけど、一応踏切の名前は南ひながになる。これは近鉄ルールですよね、第7号で。これもね近鉄ではたまに見かけるとしくなかった。これで、米の線で1000倍の米ってことで、米が名で名でメートルなんで3000メートルってことで3キロね、3キロ658メートルっていうね、風な書き方になると面白いですよね。あとはせっかくだからいろいろ見てこう。木ってなんだこれ。これなんだろう。企業私有地の境界線かな。うん。ここが境界線になってますよってことかな。あ、ちょっと近鉄の名残残ってますね、ここに。こんなところに残ってるもんですね。まあ、まだね、近鉄から変わってからそこまで経ってませんからね。で、こんな感じで、まあね、さっきもやり損ねましたけど、この幅ですからね、ほんと。足でちょんってね乗っちゃうぐらいのこんな幅のところで電車が走ってくるっていうだから面白いですよね。こんな感じで、でもシャトレーでね、でまあここを歩いた動画、夜にね歩いた動画がありますんでね、まだコロナになる前だったけどね、うん、何せまだいきなりステーキがあった頃ですからね。そうそうそう、あの頃に一度歩いてこの辺り歩いてみましたよね。まあ実際イオンタウンに行くんだったら、どうなんでしょうね。バス停がイオンタウンの中に直結してるんですよね。その兼ね合いで、公共交通機関ね、ご利用の際は、ぜひ、参考バスご利用くださいっていうね、案内なんかもついてたりするんですけど、どうなんでしょう。まあまあ値段がかかる。どっちのが安いのかって言ったら、多分ね、あすなろ鉄道の方が安いはずです。どっちも初の料金がかかってくるね、兼ね合いがありますから、まあ、名団地から行くんだったら、また話は別か。いや、じゃあ、名団地から行ったらこっちまで来ない。品川海洋のところで折れて、笹川団地の方に入っていくから、こっちの方に来る、やつは、泊まりの総合医療センター行きだとも行かないし、平田町とかあっちの方に抜けてく、佐々木記念館とか抜けてくやつしかないでしょ。そうするとね、本数がね、まあまあ少ないのと、さらに国道1号線がすごい大渋滞するんで、ね、さっきもね、その接続する道がね、大渋滞してますよってね、映しましたよね。あんなね、状態でございますので、まあまあ時間が読めない。でその点ね、やはり、あすなろ鉄道、はね、渋滞知らずですから、ゆっくり走ってますけどね、あすなろ鉄道なんで、そういう時間はね、ぴったしね、来ますからね、全然呼びますし、駅からね、もうね、ストンって歩いたら、すぐ着きますから、もうこの道ね、ずっと歩いて、帰りのね、様子ね、その時の動画でも出てますから、それ見てもらったらいいと思いますけど、もうね、本当にね、ストンと歩いたらすぐ行きますって。いうところにありますからね。でせっかくなんで、まあ、中入ってもいいでしょう。1日フリー切符買ってますんでね。でここが泊駅、日永駅からだと2つ先か、南日永があって泊駅っていう風になってるんですけど、そのね泊駅で、うつ伏せの電車がさらに、行き違いをして、この先のところでまた、日永駅で、行き違いをしてって、1駅明けでね、赤堀明けて日永で折り返しして、でそこから南日永来て泊で折り返して、でここから先においわけ、おごそがあってうつべがありますよって感じでございますんでね。とりあえずおいわけまで歩いてみましょうか。ここからおいわけまで、じゃあせっかくだから旧東海道歩いてみますか。旧東海道で歩くとはね、まあまあ大変なんですけどね。よいしょ、狭いんでね、いかんせんで旧東海道を歩いてると、あ、上がってるわ。あ、もうスーツさんが上げてるわ。あ、ダメだ。旧東海道を巡るって言ってね、最近大々的にやってた。重きし見てたわ、最近。で、あれ、泊まりの一本待ちやんと思いながらね、見てましたよ。そうだ、そうだ。だからね、そっちから来るのやめましょう。うちはあえてね、別ルートで行きましょう。じゃあね、どっちから行くかっていうと、あ、ちなみに、この日、ここがね、今ちらっと話してたひもわりチェーンなんですけど、ここはね、交通量が多いのでね、先道のね、ところの抜け道にもなってますからね、あれでね。あ、チェリオありますよ。これありがたいですね。駅前チェリオ。ああ、札幌もあるんだ。あ、別にあれか、日永駅もそうか。駅前になんかあって、チェリオがすぐ向かいにある。なんだ、この、アクセラロー鉄道の駅の向かいにチェリオを作る作戦でも立ててるんですかね。いや、ありがたいですけど。でチェリオがあるのはあれとして、すぐ先に日永の追い分けがあるんですけど、多分ね、ちょっとすいません、日永の追い分けに行っちゃうと次の電車逃しちゃうんで、先に宇都部駅に行っちゃいましょう。日永の追い分けはね、まあ車ね、あ、まあちょっと行きにくいところですけど、まあ先にちょっと追い分け駅を軽く見ときましょうか。ここはね追い分け駅ってことで、ここがね一番立地状況はいいかな。9-1号線、これ9-1号線なんですけど、今の1号線は、バイパス高架ができたんで、ね、そっちの方が伸びてってますけどね。にゃんこがおるー、かわいい。で、ずーっと来て、これの9-1号線で、そこがもうニアリーイコールもう東海道ってことで、東海道がね、最後ね、その先のところにぴょんとくっついてね、すぐばかりこっちの方にやってやってきます。で、そのままコロッと。分かれていくんですけど、この辺りはちょっと、クロスクロスでね、こんな感じでクロスクロスになってますからね、と、いう風になっておって、ですから便利は便利、ここはね。ですからスーツさんの動画でもここの前通ってましたよね。そうそう、基本的にはこの日永駅から宇都部駅の辺りもそうか、結構リアルに旧東海道に沿って走ってますんで、日永の追い分けね、泊まりからね、四日市の先から。四日市の駅が一番離れてるかもしれないですよ、この東海道からね。で、そのままクロスオーバーしてね、旧東海道をクロスオーバーする形で、ぐーぐーっと塗るような形で走ってきますからね。ということで、アスナロー鉄道の泊駅行きましたよと。こんなのあるの？追い分け駅なるほ弁当。なんだこれは。追い分け駅で途中下車してご賞味ください。ちょっと何？でこの電車は あたかもアスラロー鉄道のように撮ってますけど、これ昔の近鉄ですよね。これ近鉄の四日市駅じゃないかな、昔の。四日市駅じゃなくて、これ諏訪駅じゃねえ。わあ、ちょっと気になる。でもそんな時代ですよ。うわ、あ、ですので、多分標準期じゃない、狂気の頃のじゃないかな。ナロー鉄道、下で映ってるのはあれはナローゲージですね、昔の。パンタグラフの大きさで大体分かるんですわ。車体がちっちゃい分、パンタグラフがでかくなりますからね。さ、なんて話をしていたら、やってきました。宇都宮駅のね列車が本島まで駅でね折り返して予定通りやってきましたよということで、あのモンベールさんどこにあるんだろう、うん、気になるな、うん。じゃあせっかくなんで次は宇都宮駅までね乗っていこうと思います。ちなみにアスナロー鉄道は、字幕で入れてきますけどこんな感じでね、宇都宮駅着きましたよということで、ちょっと行けてようかな先に。よいしょ。あ、すいません。はい。ご挨拶ください。はいはいはい。ありがとうございます。あ、なんか本当は押してくれた。あ、一応ね未使用だったらあれか、返金ができるというところでしょうね。ということで、無事検察も終わりまして、やってきました宇都宮駅。これはね、四日市市民の方向けのね、あるじゃない、あまり知られてないことをね、お伝えしておきますと、実は宇都部駅っていうのがあって、宇都部地区があったり、宇都部中学校があったりしてね、宇都部っていう、これでね、この、内部って書いてね、宇都部っていう字、四日市市民の方なら読めない人は、まあ、まずいないっていうね、ただ、一般の人からしてみたら、難読地名じゃないかっていうところなんですけど、あまり知られていないのが、ここ、大御町でして、宇都部っていうのが町名として公式にはないんですよね。そう、町名としての正式な宇都部町とかっていう、宇都部一丁目とかっていうのはないんですよね。なんか昔はあったのかな。でこんな感じでね、そう、駅前もね、ロータリー今整備中でね、綺麗になってます。昔はなんか商店が建ってたんだな。なんか、自動車屋さんがなかったかな。で、ここの山中一応家はね、昔からあって、まあ、それこそ、なんか、あれですね、昔、お見舞いとかで来るのに、宇都部線に乗ってやってきてね、乗ったりとかね。あとはちっちゃい時は鈴鹿にね、祖父母が住んでた兼ね合いでね、鈴鹿から四日市に出るときにね、よく乗りたいって言って、鈴鹿から宇都部までバスで来て、佐々木記念館の自由が丘の方ね、スーパーの名門とか、トンテキの来々軒があるあたりにね、住んでましたから、あそこから、バスに乗ってね、近鉄四日市行きのバスなんですけどね、乗りたいというものでね、降りてね、それで、宇都部駅から、当時近鉄のね、宇都部線に乗ってね、行ったりなんてことをやってましたけど、今思えばね、まあまあわがままなこと言ってたなと思いますけどね。あと運賃的には、でも運賃的にはどうなんだろう、あそこから乗り通すと、まあまあ、片道が高いから、あんまり変わらなかったかもしれませんけどね、当時はあとね、近鉄だった兼ね合いで、今は四日市で初乗りが切れて、そこからまた初乗り料金がかかりますけど、近鉄の時代は何が良かったかっていうと、投資料金で、そのまま大阪とか名古屋の切符がここで買えたんですよ。ですからね、名古屋からここまでだったら、プラスね、100円とかで来れたんですよね。そうですからね、赤堀駅、時計に住んでましたからでね、私、中川原の駅の近く、あとちょうどね、微妙なところだったんですけどね、その微妙なところにありました兼ね合いで、赤堀って言うんです、そうそう、時計で。で、そうするとね、昔はね、ただね、赤堀の方が近かったんで、プラス20円で、ね、どっちもプラス20円ですから、赤堀駅に来てたんですけど、アスラルド鉄道になってからね、ことね、値段がボンとね、上がっています。プラス200円かかるようになってしまいましたんで、その兼ね合いでね、中川原駅を使うようになったりとかね、あとは観光バスを使うように、ね、なったりしましたけどね、なんてことをね、思い出しながら、津部駅のあたりを見たこと思いますけど、結構人多いのね。いやいやいや、よかった。人と一人いねえのかなと思っても不安だったんですけどね。まあ、それはそれで安心なんですけど、まあ、撮影にはね、大変良くて。で、昔は、ちなみにこの辺りでね、じゃあなんか飲み物とか買うときどうするのかって言ったらね、今ね、便利な店ができました。紹介とかしときましょうか。あ、その前にあれだ。ターミナルだけやっときましょう。ぐーっと寄って、不審者のカメラワークですけど、あーたたたたた、はい、ターミナルってことでね、いや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 、また本末転倒やらかすところで、そう、駐輪場も整備されちゃってね、便利になりましたね。私がまだ郵便配達やってた時は、ここがまだそんな、土工事中でしたけどね、そうそうそう、赤坂区でね、取り集めとか、そういうのもありましたからね。前走はね、ちょっと別のところに前走基地があってね、そっちの方に行ってましたよというのがありますけどね。で、ちなみに、そっち行ったところにすぐファミマもあります。元、サークル系だったファミマがありますし、ね、コンビニだとね、よりもね、安く済ませたいよっていう方はね、セブンイレブンもそっちにある。ただね、あれはね、渡りにくい。これ乗ってね、ぐるーっとね、回っていかないといけないんで、まあまあしんどいんですけど、バスでね、この先に平田町とかの方にも来ますよと、小山田記念病院の行くのもあります。まあ一応こんな感じでね、あ、もう小山田病院、土休日うんこねえんだ、やべえな、そんなにあれなんだ、で、あ、今、佐々木記念館止めって1日1本になってんだ、昔はまあまあ走ってたんですよね、多分このね、甘いが佐々木記念館になってた気がするんですけど、もうそもそも廃止しちゃったんだな。あ、でタイヤショップはまだあるな、うん、タイヤショップはこっちだ、あれ、何があったんだって、じゃあ、何があったんだ、ロータリーのところって、山中井町下の駐車場じゃない、なんかあったんですけどね、で、まあ、ここにでかい交差点があって、今はね、こっちの先がね、正式に国道1号線になってます、昔はこっちが国道1号線だったんですけどね。よいしょよいしょでね、まあ、ここの上は上でね、見どころは見どころなんですよ。このね、でかいバイパスのね、交わるところでね、現代の追い分けと言ってもいいんじゃないでしょうか。バイパスとね、旧道が分かれてるところでっていうところで、なんですけど、穴場を教えときましょう。地元民だけが知ってる。さっき降りてきたところからね、ずーっと降りてくと、ここにね、ちょっと狭い、車じゃ入れないね、通路があるんですよね、これね、渡っちゃいますよ、こっからね、渡るとね、上も渡らんでいいんでね、こんな渡っていいんかって、まあまあまあ、だってこれ、だからね、車が通れないようにしてるってことは、逆に言ったら、歩く人通ってるっていう道だと思いますんでね、いいと思いますよ。で、渡った先にね、実は、西の人だったらね、お名前見てもすぐピンとくるでしょ。実はもう渡ったすぐのところにトライアルがあります。ですので、もうね、もうトライアルを知ってる方ならもうね、何も言うことないですよ。九州が本拠地だったっけですから、九州の方ではね、ダントツで強いところでね、もうご存知だと思いますけど、めちゃくちゃ安いですから。ソフトドリンクね、税込みで59円とかでね、缶だったらね、29円とかで買いますからね、そんなね、商品の見方、トライアルが、実はこのね、宇都宮駅から歩いて行ける距離にね、あるんですよね。ですからね、安くね、旅行を済ませたいよという方はね、もうこれでそのままトライアルで買ってったらいいですと。まあ大体私は買いに来るときはどうしても車で買いに来ますけどね。車の場合はね、まあまあね、ただね、早いうちから合図出しておかないと後ろから追突されるそうな勢いでトラック来ますからね。ここのね、国道1号線ね、スーッと入ってきたところはこっちからですね。こっちから来るときはね、一回脇道に入ってこんな感じでね、車で来るか、ああ、それが一番近いかな。あとはね、このままズドーンと923号のね、伊勢街道でしたっけ、伊勢街道の方に抜けて川原の方に行く道に入って、で飛騨運輸さんやったっけのところらへんを、曲がって入っていくと、また入ってこれる道があるんですが、あれはちょっとね、本当にすみません、地元の人にしかわからない感じですね。まあいいでしょう、地元外の人で、ね、そんなスーッと来るなら普通にこっちから来て行ったらいいと思いますよと。ということでトライアルさんまでやってきましたね。近いでしょね、この距離だったらね、弁当もね、本当に普通に税込みで298円とか、300円でね、お腹膨らませる、ことできますからね、おすすめでございます、ここのトライアルさんね。まあ、せっかくだからちょっと買い出ししていこうと思いますよ。一緒さあお昼ご飯というかね、まあ泊まりのところが気になるんで、あそこで買えたらと思ったんで、ここではね、軽くおにぎりだけ買いましたけど、いやー、おにぎり税込み69円ですよ。安い、ほんと安いですね。2個買ってもね、130円、140円いかないんですからね。そうそう、税込みでね、すごいですねということなんですけど、私ね、前からこれで、ね、車で走っとって気になってる店があるんですよ。これね、トライアルさん入るときにいつもね、目印にしてるんですけどね、ここにね、なんかね、専用サロンって言ってね、なんかシャンデールっていうのがあるんですけどね、よく見てください、ここでね、小物地区ってなってるんですよ。ここね、泊まりっていうところでしてね、あ、ちょうどあれか、うん。あれなんですけど、小物って書いてあるんですけどね、小物ってもう、夢山とかある方なんですよ。ね、あっちの方でして、こっちの方って別に小物地区って呼ぶようなね、あだとかもなんもないんですよね。なんであそこだけなんか小物地区になってるのかね、あれはね、永遠の謎なんですわ。なんで、ね、全然地元の人でんですけどね、全然そんな呼び方する地域じゃないんだけどなっていうね、あれはね、ずーっと謎なんですよね。それはね、前から車で走るたびに気になっててね、いつかネタにしようと思ってたんですけど、ちょうど今日歩いてきましたからね、ネタにしておきます。お昼ご飯というかね、まあ泊まりのところが気になるんで、あそこで買えたらと思ったんで、ここではね、軽くおにぎりだけ買いましたけど、いやー、おにぎり税込み69円ですよ。安い、ほんと安いですね。ああ、見捨てならんものが置いてあるな。こんなところに自治会の時計があって、もう2時半、いや、そんなことない、止まってるなぁ、なんですけどね。それもなんですけどね、これトライアルの裏からなんで金末の台車が置いたらね、二軸台車な、懐かしいなぁ、懐かしいなぁ。いや、これで運ばれてきましたね、なんてこと思い出せる。なんでなんかいろんなところのやつが走ってますね。懐かしい、なんでしょうね。あんま裏方のところなんであれなんですが、コープのやつなんかも置いてある。あれか、中古で使ってんのかな。へえ、そうそうそう、ああいうのにね、こういろんなね、日配品とか、まあ、いろんな商品がね、拡大車でね、店別にね、バーっと分けられたのがね、搬送便でガタガタガタって入ってくるんですよね。2号便到着しましたって言ったらね、ああ、ちょっと昼休憩が余って、じゃあ、便の始めますかっていうね、仕分け始めますかみたいなね、ことなんかをやるやつですね。そうそうそう、あれも面白くて、金末は二軸、稼働するね、左右に動くのが、二輪だけのやつしかダメよってなってるのに対して、確かね、スーパー三四三はね、四輪全部動くやつでないとダメっていうね、っていうルールがあったりします。結構これ好き嫌い分かれますよね。私はもうずっとそれで二軸の方で泣いてるんで、運送業でも結構そっちの方の方が多いかな今は。ただね、やっぱ4軸動く方がね、そのままストンストンストンとね動かせますから、小回りが効くとかっていうのはね、そっちの方のが好むよって言って、確かね3種は全部4軸のはず。結構競合調査とかでね見て回るときにもね、そのあたり見るんですけど、全部そうなってましたよね。あ、せっかくだから会議は上登りましょうか。この上は上で見ものですからね。多分アスナロ鉄道もここから見えるんじゃないかな。そう、普通に地名でもね、うつべしかとかって使ってますから、あれうねめ町にあるんですよね、うつべしかさんは。だからうつべっていうのはおごそとか、おごそ、うねめ、追い分けも入ってくるかな。あの辺りをまとめた地区の名前って言ったらいいのかな。うん、そう、地区の名前であって、地名としての町名ではないんですよっていう、これだけメジャーなのにね、宇都部線っていうのもあるかね、鉄道関係の方でもねよく知られる名前なんですけど、宇都部駅っていう名前もあるんですけど、実はないんですよねっていう。同じようなの、あと前もどっかの動画で言いましたけど、小山田ね、小山田地区っていうのがありますけど、あれ小山っていう町と山田町っていう町のエリアが小山田地区ってなってます。まあ他にも水沢は入ってこないけどね、他にも行くとか、あの辺りのところが入ってくるかなってところで、こんな感じでもうザ・バイパスの国道1号線とね25号線と、重複区間になってるはずですけどね、1号線がこうやって走って、まあまあ怖いですよこれ、ガンガン来ますからね。で、昔の旧道がここでねスーッと分かれてって、こっちが今のね1号線で、このままズトンと行った先が名阪国道の扱いになっている国道25号線の終点がこの先、国道23号線とね交わるところっていうふうに一応データ上はなってます。ですから確かおにぎりの看板はね、1号線が切れるこの先のね立体交差のところから先に、ただまた25号線として復活しますよっていう兼ね合いでね、トラックとかもガンガン通ってくる、幹線道路になっております。まさに名阪の要ですからね。ここのね結構信号が変則なんでね、結構追突事故なんかも多いところなんですんで、気をつけないといけませんけど。でね、こんな感じで切れてますけど、ここね、なんかこう切れて用事が来てますよね。そこにアスナロ鉄道の電車が止まってますね。で、ここから先からスーッと伸ばしてね、なんかこの人くぐれてぐわーっとそのままね、うねめから先の方に続いていくという予定やったらしいですよ。で、この先がね、うねめって呼ばれる地域ですね。前はそこの先にね、マックスバリューあったんですけど、トライアルできてから潰れちゃいましてね、残念というところでございますけどね。うねめが丘があって、その先を越えたら、鈴鹿なんですけど、ここのうねめの坂がまたね国道1号線の中でも屈指の勾配でね、昔はなかなか登るのに苦労したらしいですよ、排気量の少ない車なんで。今でも一つの峠越え、まあうねめの字自体が非常に珍しいしね、これでうねるっていう字に女って書いてうねめ、まあそもそもうねるが読めないっていうね、難読地名ですね、でいうのがありますよ。で、まあ、この先に宇都部駅があって、なんかいっぱい電車が止まってますよね。もう一回ちょっと駅に戻って、ではちょっと駅の方をじっくり見てみましょうか。階段はそこまで急じゃない作りなんで、上り降りはしやすい。で、これまたちょっと先がね、いろいろと開発も進んでおるし、いろんな、流通のね拠点なんかもあったりしますけど、こっちがね、この仏屋さんとかがありますけど、こっちが比較的昔ながらのおごその集落。ここから先がねありますね。またこっちから先のこういったところにはニュータウンがあったりしますけどね。こっちから抜けようかな。ですから厳密に言うと東海道はこっちかな。ここ東海道だったっけな。多分ここが東海道のはず。あ、こんな感じで小川が流れておりますけど、ダイヤチタニット、なんか昔ながらな感じのがありますね。こっちが多分旧道のはずですよ。どっかに出てないかな、旧道の案内で出てなさそうですね。この辺りがうねめ町になるんだ。もう多分ね、うねめ町と大御所の境目のはずです。大御所もね結構厄介ですからね。この辺りは泉町間でなってますけど、どこだ、商船町の辺りなのかな、ちゃうよな、の感じになってるんですね。泉町っていう町、四日市にはないですもんね。旧町名だとわからないですけどね。まあこの辺りのやつだと昔の町名改正の前のねやつの場合もありますからね。そうそうそう。まあ何はともあれでスーッとやってきますと、こんな感じでね、郵便局、赤い郵便局見えてきましたね。でここが宇都部駅前にあるんですけど、郵便局の名前はちょっと見えないな小御所町で小御所郵便局が宇都部駅の目の前にあるのが小御所郵便局ってことなんで、小御所郵便局にね行こうとね、あしらう鉄道に乗って小御所郵便局なんやから小御所駅で降りたらいいんやろってなったらね、小御所駅とんでもないところですからね。で書いてある東海道、そうやっぱここが東海道ですね。こっちが東海道、やっぱ昔ながらの方に立ってますからね。郵便局、この特定局って呼ばれるやつはね、特に、こっちが旧東海道で、これが国道1号線の旧道ってことで、これまた旧道になってますけどね。どんどん道は変わってきまして、まあ昔ながら、昔からな、この山村会長からとかね、この辺りとか昔からあるかなという感じで、ちなみに宇都部駅もちょっと落ち着いたかな、人落ち着いたんやったらちょっと乗って取ってこうかな。宇都部駅もだいぶ綺麗になりました。駅舎はちょっと昔からのまんまの感じでいいですよね。この辺りも近鉄って感じがしますよね。まだ発車しないよな。せっかくだからちょっと取っておきましょう。足首の辺りあります。この辺りは昔近鉄から変わりませんね。入れ物とかも近鉄の共用ですよね。今でも線路の補正なんかやってるはず。あ、ここにあった。危ない危ない、そこのターミナルを取りそこに。こんな感じでターミナルの手前に一つ作ってですね、こういうパターンあるんですね。危ない危ない、取り逃しませんよターミナルってことでね。ここからこう分かれてる。この辺りもなんか本当にちょっとでかい N ゲージみたいですよねサイクルトレインなんかもこっちのもやってるのかな、サイクルトレイン。こいつはさっき乗ってきたのとは別の編成のはず。あんま人の人全然乗ってねえや。まだ出発しない。この辺りなんかは近鉄の流れが全然見えますよね。でこっちに車庫があって、車庫も続いてますよね。でこんな感じの構造で、こっちにね予備の列車とかが止めてあったりしますよねっていう。ほんとまだ信号も変わってないし、まだかな。この辺りも昔ながらないですね、建設の。もう年が消えちゃってますもんね。いつ頃の晴れなんでしょうね。相当古いのは間違いないでしょう。さあせっかくだからちょっと乗ってきましょう。どうかな、人それくらい乗ってる。そっからかでもないな。1年ここに誰か連結とか生活用のいいですね。1名2名各車両1名って感じかな。こっちからも出れない、おにぎりでできない構造にしてあるのかな。さてとやってきましたよ。あすなろ4日定期まで、来ちゃいました。端っこまで来ちゃいましたよってことでね。面白いのはね、ここね、1名2線なんですけどね、実はね、9号線、10号線ってことで、9、15線になってるんですよね。なんでそんな、すごい万線になっとるんやって言ったらね、要はここが昔近鉄だった名残ですよね。そうね、上に、1番線からね、6番線までね、近鉄が走っとって、で、その下ってことで、で、じゃあ7、8はなんやねんっていうことなんですけど、ね、記憶違いでなければ、昔ここが、四日市駅が できるときに、最初は確か、高架じゃなかったんですよね。まず確か平面で作ってるはずなんですわ。諏訪駅から、こっちに移動してきたときに、ね、でその時にまあ確か、まあ、あったんじゃなかったかな。それの兼ね合いで9番10番になったので、まあ、切りもいいですね。うん、分かりやすいですよね、離れとるって。うんいうことになってます。で、ちょっと今ホームの改良工事とかやってる兼ね合いがあるみたいですね。そうそうそう。で、道中に移せばよかったんですけど、 NR ってこれナローなんですかね。道中移せればよかったんですけど、ちょっとね、お客さんがめちゃくちゃ多くてね、なんか学生さんがなんかあったのかな、なんかスポーツ部の学生さんがわーっとね、乗ってこられてたんでね、さすがにちょっとカメラ回すのはね、あれかなっていうことで、止めてました。こんなところも工事やってるんですね。でね、やっぱナローゲートの特徴、これね、パンタグラフね、でっかいでしょ。パンタグラフと車体の高さが1対1ぐらいですからね、このでかい、パンタグラフも一つ見どころかな、あすなろう鉄道の。で、なんかピアノ弾いてる。ピアノの音に乗せて、本当に弾いてる。なんかすごい人が集まってる。ピアノの音に乗せながらターミナルってことでね、いいですね。なんかこんな優雅なターミナルお届けできると思いませんでしたね。さてと、本当は駅をじっくり映そうかなと、いつもね、どっか旅行に行くときのオープニング撮ってる四日市あすなろ駅ではあるんですけど、じっくり駅前撮ろうかなと思ったら、ね、ちょうどイベントやなんかね、ピアノの演奏イベントやってらして、どうも CYFM さんがなんか提携してやってるのかな、ね、カメラも来てましたから、ということで、あやかってちらりと撮らせてもらいました。詳細はきっとね、CYFM さんの方で放送がかかってると思いますからね、そちらを見ていただければと思いますけど、思いのほかそれで、大混雑してましたんで、ちょっとね、3密回避も兼ねてね、ちょっと落ち着いてから改めて撮り直しましょう。まあでも、優雅なターミナル遅れましたから、こんな感じで、ちなみに先のところからね、近鉄線乗り場こうやって渡ってくれば、ストンとこっちの方にも来れますよということですね。で、こっちね、いろいろとね、お店もあります。まあ、近鉄のね、なんというのみならず、三重県のザ・ターミナル、ね、まさに機関駅となってるね、一番乗降者数が多いところですからね。ということでね、そのところに来ましたけど、大来ヶ原とかも出てます。どこ？大和上市なんだ。こんな感じでね、近鉄の方には今日は乗りませんけど、伊勢、志摩、ね、行き先はね、通とか、北広島、大阪とか、どこまで行くんやってね、ところなんですけどね。それが、長岡の3号線の基本的には、たまに5番乗り場から出るのもありますけどね。で、6番乗り場から、5番から米山が出てきますよ。構造になってます。駅もね、南と北で両方に改札がありますよと感じてないです。構造としてはね、分かり方が完全に検索系の分かれ方になりますからね、待ち合わせの集合するときは、これは地元民でも、ある程度ちゃんとすり合わせをしておかないと、地元民じゃない人はまず1つ目のトラップね、四日市駅といって JR 四日市駅に行ってしまうという第1のトラップがあるんですけど、これ地元民は地元民で第2のトラップありまして、ロータリーがね2箇所、ロータリーが2箇所ある上に、向こう側でね、同じねこの南改札の方でもこっち側で待ち合わせする派閥とこっち側で待ち合わせする派閥と、北口改札出たところで、待ち合わせをする派閥も道がね、同じようなサイズの道がね2つね分かれてますもんでね、しずれようか。待ち合わせって、例えば車でね乗り付けしてね行きますよという時に分かれるのが今ここでしょ。ここから公式なのは公式なのはね、ここから出たこのロータリーのこの先にね一応ねお客様の乗降口、乗降場っていうのが作ってあるんですけどね、桑名駅の時にね散々私愚痴言ってますけどね、めちゃくちゃ使い方悪いですよそんなところになって、なので大体そのまま屋根伝いでねそのまま来れる、ここにね車つけてね、待つ人が多いんですけど、ここはここでね、駐禁もめちゃくちゃ張るっていうね、ことになっておるんでやりにくいで、こっち側に回る、派閥の人もいますし、なんならもうアピタに止めてアピタで待ち合わせっていう派閥の人もいませれば、ここのねパーキングビルでもういや近所で買い立ちしとるかなっておっちん使う人もいますし。あまり多くないですけど、いや商店街でも買い出しするんで、ここにね駐車場、地下に駐車場があるからそこに止めとるからこっちの方に来てっていうようなケースの場合もありますんで、ここ近所と四日市の集合は難しい、これ地元民でもまあまあ難しい。少なくともね北と南はねすり合わせをしておかないとね、北南でもねたまに分かってない人がいますからね、松木岩の方ねって言いたいんですよね。じゃあこうやって言ったらいいじゃないかね、ここに松木用あるで、松木用のある方に来てって言いたいでしょ。なんとね北改札口に出たところにも松木用があるんですね。だからこれ使えないのややこしい。なんでね四日市屋さんねこっちがある方ねって言うんですけどね、これはね覚えてない地元の人も多いんで、あれこれも通じないってどうしようかなって、近鉄百貨店の出入り口がある方って両方ともあるんですよね。これがね伝えにくくてね、一番いいのはアスナルボ鉄道に乗り換えするときの方よっていう、宇都宮線に乗り換えするときの方よって言って待ち合わせて、大体そこで高架下ねって言うんですけど、高架下は高架下でこっち側ね西側の塔なのか東側の方に止めるのかで大戦争が起こりますというね、そんなややこしい構造なんでございます。ただ一応メインはこっちのはず、メインはこっちの方のはずで、もうちょっと言うと非常にややこしい話をしますと、今私が立っているここは、安島っていう地域になります。ところが難しいんですけどね、この壁を隔てた向こう側、ここから先一応佐都駅にしないであんまり映しませんけど、近鉄不動産さんがありますよね。ここは諏訪境なんですよ。同じ建物なんですけど、ここで分かれてるんですよね。駅が安島で百貨店が諏訪境って扱いになってるんで、何が起こるかというと、今この上ね安島なんですけどね、降りたすぐのところはいいんだ。ここはまだ安島だよ。安島ここはねまだ安島、ここは安島なんだけど、ここは諏訪境そこが安島で、さっきこの上あたりに立ってるエレベーターありましたよね。エレベーターの上ね、ここ安島って言ってましたよね。安島ですよずーっと言って、改札の下の上も安島なんですけど、その下のここのは諏訪境ですよ。なんとね、2D の、ね、地図で言うなら同じ層のところに別の町名がかぶってきてるんですよね。これが何が厄介だったかというとね、ちょうどここもね、郵便局の配達のね、分かれ目だったんですよね。だからここは安島、ここの配達をしてるときはね、本当にね、俺だけ何やってるんだろうって気分になるねことがありましたよ、ここはなんで諏訪境なんだと思いながらね、そう、ちょっと飛び地になってるんですよね、ここだけ。その道路の外区でいうと。で、こっち側が西のロータリーということで、ロータリーもね、2つあったりする兼ね合いで、ややこしい。で、一応、最速の方法いきますとね、一応ね、ここにタクシー乗り場もあって、なんで、こっちがロータリーってイメージが強くて、で、これもね、中に入ってきて止める派閥の人もいるんです。一応ここに駐車場がありますけど、有料ですけどね、ある兼ね合いで、いや、ここでいいじゃんって言って、ここはまたバスのロータリーなんでね、で、タクシーもね、時間帯によってわーっと止まりますから、そんなに使えない。結果ね、あんまり映したくないんでしょうけど、ここに止めることが多くなるんですよね。で、高架が屋根代わりになります。言うて湯の山線とかもあるからやはり相当広いですからね、ここの高架は。で、問題はあいつなんですよ。ね、いやいやいや、で、ここは駐車禁止だから、ここは止めるなっていうのがね、一応、役所からのね、まあ、ここはだめですよ。いや、なんで、送迎用降車場を作りましたと言うんですけど、あそこなんですよね。わかりますかね、澄み渡るね、四日市の空の下、見えますよね、屋根ないんですか、みんなこっち使いますよねっていうお家なんですよね。まあ、ね、駐停車禁止じゃなくて、駐車禁止なんで、パッと止めて、ちょっと乗り降りするぐらいのスペースが、またキテキテなんですよね。結果的にね、ここは超カオスになると。いうことでございます。あと厄介なのはね、ファミリーマートがべらんぼうに多いんですよね、ここ。今からファミリーマート全制覇でもやりますか、近鉄四日市駅前の。ってのはね、全部これ近鉄が運営してるんですよ。近鉄もともと AOPM のね、経営権を持っておったと、フランチャイズ権をね、持っていました。近畿地方のAOPM、やたらなんか近鉄衛星の多かったのは、あれは近畿地方の ANPM のその運営権を近鉄が持ってたからなんですよ。なんで沿線にいっぱい作ったんですよね。結果的に近鉄四日市の駅前も ANPM が3店舗ありましたからね。そうで、渡って向こうっすよ。で、ここ上皇城、ね、ここまで誰が来んねんっていう話で、またここも出入りがね、ロータリーが一方通行になっとって分かりにくいですからね。で、ここが住友電装さんのね、本社工場、だからここが浜田町、もう浜田町ですからね。そう、諏訪境の配達区と安島と浜田で違うんで、ここをなんか4、5人ぐらいがなんかたむろすることがたまにありますからね。まだやってるな。あっちちょっと通りにくいんで、あっち抜けませんけどね。あっちちょっと通りにくいんで、あっち抜けませんけど、で、こっちに来ると4次です、四日市自動車学校でね、私は一応四日市自動車学校でしたね。で、ここはね、また結構渋い店が多い、まあね、手ごろなところだと、おにぎりの桃太郎がありますよ。で、奥に入ってもね、あれはですけど、あれ、日曜日休んでる、まあ、ここら辺はもう、完全にあれメインですからね、平日のビジネス客がメインになるはずなんでね、あ、この辺ももうだいぶ閉まっちゃってますけどね、昔はね、ここにね、モスがあったんですよね、学生時代、モスがあって、ここのモスでタム、ね、ちょっとリッチな時はね、ここのモスか、でモスチキン食ったりするか、ハーゲンダッツが上にあってね、そう、昔の話ですけどね。そう、あそこもね、眺めが良くてね、あれでしたけど、ただね、まあね、休みの時に行くと、まあ、女子が多くてね、なかなか野郎一人でね、食べに行くにはちょっとね、ハードルが高かったイメージがありますけどね、一般的に有名なのは、やっぱしこの近鉄四日市から出て、向こう側のね、諏訪境と呼ばれるあたりの商店街、このあたりが、まあ、一番繁華街として有名なところ、ちなみによくね、あせっかくだから行きましょうか。この先に今ね、マンションが高いマンションいっぱい建ってますよね。あの辺りが大体ね、JASCO が建ってた域なんですわ。JASCO 四日市店っていうね、いうのが建っておって、よく JASCO 1号店がここってね、言われることが多いんですけど、実は厳密に言うと JASCO 四日市店は JASCO の1号店ではないんですよね。っていうのは、もともとは昔からここに岡田屋スーパーってのがありました。なんなら岡田屋自体は呉服店自体は元町の方にあったらしいですけどね、今の。ですからもうちょっと北の方、旧東海道沿いからちょっと外れたところに昔ながらの商店街があって、今でもね、ちょっと名残はありますよ。で、そっちの方でやっておったのから、諏訪の方が、こっちの方がこれから栄えてくるぞっていうので、やってきたということで、だんだん、ね、商店街が形成されてっていう流れみたいなんですけど、昔ね、明治時代から話ね。で、そこからずっとここに岡田屋さんってのがありました。で、岡田屋さんが岡田屋スーパーになって、そう、岡田屋スーパーって名前で、四日市のね、に複数店舗展開しておったと。で、そこと、二木とかね、いろいろと、重なって合併して、岡田屋が中心になってね、合併して、できたのがJASCOだったと。で、そこから合併して、その合弁会社で作った1号店が最初のJASCOの1号店だったんで、JASCO1 号店ができた時にはもうすでにここには岡田屋スーパーがあって、その、岡田屋スーパーが後々改装するときに、じゃあJASCO四日市店にしましょうっていう風になったんで、実はJASCOの1号店ではないと、いうことなんですって、地元のおばあちゃんから聞いた話です。だいぶ昔にね、学生時代に地元で、そのね、訓議所のおばあちゃんからね、昔はね、って聞いた話を思い出しながら話してます。ですので、どこまで正確かは分かりませんけど、でもね、1号店でないのは間違いないみたいです。まだ私が学生の頃は、JASCO四日市ってありましたからね、そう、A 館と B 館に分かれとってね、なぜか知らんけど、館なのに CAN って書いて A キャン、B キャンになっとるってね、A キャン、B キャンがあって、4階でつながってたんだよな。で、B 館の6階にゲームセンターがあって、そこのところでね、ソフトクリームが売っておってね、そこのソフトクリームが大好きというのが私のソフトクリーム人生の始まりですね。ソフトクリーム人生って何だ、ソフトクリーム大好きでね、今でもよく食べますけど、そういうね、流れがあるんですけど、そう、A 館、B 館で、B 館の方がなんか用事は多かった気がするな。食品街も B館の地下1階だったんやな。で、6階にそのゲームセンターとかがあって、ちっちゃいね、なんかちょっと汽車が走ってるようなね、ちっちゃい汽車がね、協力で走ってるようなやつとかもありましたよ。で、そこのところに、軽食が食べれたんだったっけな。でね、覚えてるのがね、ソフトクリームの売り方が独特で、4段、6段、8段って感じで売ってるんですよ。4段だといくら、6段だといくら、8段だといくらって感じでね、8段だと相当大きかったですからね、まあ、もうちっちゃい時の話ですけどね、私ですらちっちゃい時の話ですからね、そう、その頃からちょっとカニ本家とかね、JA さんとかは昔からあります。まだ、JA 三重四日市だったかな、当時だと。今はだいぶでかくなっちゃってね、合併して、三重地帯になってますけどね、今でもここが本店じゃないかな、JA さんは、うん、ここは農協会館ついてね、今はやってるのかな、うちらの頃は高校3年生の時に、夏休みにここで課外授業があって、農協課外って呼んでましたけど、そうそうそう、夏休みに入ったのに、高校3年生だとここで勉強させられるっていうね、その代わりね、当時はね、学校にクーラーがなかったけど、ここは空調が効いてたんでね、あ、涼めるわってね、やってきとったイメージがあります。勉強生ってね、よく怒られましたけどね。そう、その当時を思い出しながら行くと、農協会館から外れたところにね、実はたい焼き屋さんがあってね、そこのたい焼きがね、美味しいのよ。今もね、たまにちょっとなかなかね、日曜日が定休日なんで、今日やってないはずだ、あんなは。ね、ですからなかなか、行きにくいところではあるんですけど、そこ先曲がったところ、後からちょっとちらっと見てみましょうか。せっかくだからちょっとぐるぐる散歩してみましょうか。この辺り言うて諏訪境は配達空港でよう配ってましたからね、いや、もう店がだいぶ変わったな。ここもよかったって変わってるもんな。うちが受け取った時は串焼き道場だったな、まだ。まあ一緒だろう、多分経営は。浜湯田さんだろうけどね。うん。いろいろと変わったな。昔頑張って立ち上げたお店もすっかりなくなってしまって。まあ、立ち上げには実はギリギリ関わってなかったしな、私は。うん、ここにあったね。あ、ここもなくなってるわ。居酒屋厳しいな。ここは残ってるよね。ここにね、シア西洋館ダンバーなんで、ジオン派の人はここにあってもらって、ジオン広告はここにあって、もう一つね、奥に行ったところにね、今度ね、サイドセブンがありますんでね、中立体操は向こうに行くというね、感じですね。そうそうそう。うん、こっちがジークジオン対策をして、向こうに行ってジークジオン対策したためてね、なんかね、そんなローカルルールがあるようなね、ガンダムバーがあったりとかね。うん、あ、ちなみに、一応ね、この辺りのネタをくれたんでね、言っておきますと、地元の四日市っていうのは CYFM だね、あ、渡って、通ってこう。地元の四日市で、CYFM ってなんかね、流れてまして、あそこでね、実は、アニラジね、やってるんですよ。ひーちゃんとりょうたのアニラジ作ろうぜって番組やってましてね。まあ、なかなか、水曜日の夜で、夜勤とかの兼ね合いでなかなか聞けなかったりするんですけど、私。ね、あそこで、ひーちゃんっていう人とね、一緒に、プロモデラーのね、プラモデルとかのね、作るプロの人。プロモデラーの、りょうたさんって人がね、いてラジオやってます。で、あの人と、一応ね、2件ぐらい問い合わせがあったんで、お伝えをしておきますと、もしかしてりょうたさんってね、お宅でやってるしね、りょうたさんなんですかっていうね、問い合わせをね、実際にね、受けたことはあるんですけど、まあね、同姓同名の別人なんですよね、実は。そう。逆に言うと、本当にな、上の名前も全く一緒なんですよ。山田でね、亮太ということでね、あれもしかしてってなってる方がいたみたいなんですけどね、いや、実は違うよって、私もね、最初ラジオ聞いとったとき、んあれって思ったんですよね。そうそう。まあ結構ラジオ内でもね、山田ですよって話はしてますしね、ん山田で亮太っていうね、いうことなんですけど、まだ4人によってジャンルが似てますしね、結構その、プラモを作ったりするね、モデル講師とかやる場所がまた白洋だったりするんでね、白洋はね、私また昔働いてましたんでね、あ、せっかくだからそっちの方も行こうか。ベルシック白洋の跡地なんか見てみましょうか。ね、で、ここね、曲がった、このね、エイスーさんのところ曲がったらね、まあ、ここエイスーさんって言ってもなかなか難しい。あちこちにエイスーさんあるからな。うん。そう。日曜日ね、あれなんで、あ、闇心旧東海道ね、この表参道から、ここのところずーっと来たところは、もう横がすぐ国道1号線なんですけど、こっちが東海道、うん、ただね、その先がね、一方通行なんで、なかなか取れない、そう、定休日で、ここのね、伊藤商店さんね、ここのたい焼きはね、本当にもうべらぼうに、もうとてつもなくうまいですからね、うん、そう、なんでね、よく学生時代はそこで、私はこれは英数とかなかったんですけどね。農協会館でその課会があったら、そこで課会が終わったらこっちの方にシャーッと来て、ここでたい焼き2個買ってっていうね。で1個1個が大きいで、2個でもね結構くれますからね。そうそうそう、紙包みに入れてね、本当にトラブルのヤムヤムが食べそうなね、たい焼きをねほぐっとね出してくれるね。本当にね、尻尾の先まであんが詰まってるっていうよりは、もうはみ出してんじゃねえっていう感じのね、薄い皮でね、いわゆる天然物っていう呼ばれるものを出してくれます。本当にね、昔ながらの方で一個一個がでかいんですわ。あれはね、最初はねちょっとね、普段食べる量マイナス1個でも本当に全然膨れますよ、っていう、素敵なやつを出してくれますよというところで回ってくると、そこにねスーパーホテルもあるし、ここもここで便利ですよ。あれ、あっちの方であっちの方でいろんなビジネスホテルもいっぱいありますからね。なんて話をするんだろう、俺が知っとくか知らねえ人だ。で、その先は一方通行なんでね。そうそうそう。で、ここに密封がありますよ。この密封までは全然歩いてこれる距離ですからね。まあ、ただね、いかんせんファミマが強くなってる。で、こっちから先行ったらもう新庄ね。うん、だから新庄駅とはそんなに離れてないんですよね。この先もうちょっといたところになります。まあ今日はアスラロの方なんでね、そっちの方には回りませんけど。でここなんかもね、すっかりプレミストでしたっけ、買ったりもしてね。ああ、プレミストだから、ここ住友でね抑えられてるんですよ、両端が。あっちが住友生命ビル、あ、今名前変わってね、四日市諏訪町ビルって名前になってますけどね。そうそう、ここもね、よくね、配達の時にね、この辺りのエリア配ってると何が助かるってね、綺麗なトイレにありつけると、ね、もう住友生命さん配達行くたびに絶対ね、この辺りでね思い起こしますんで、ね、住友生命さんか隣の商工会議所ね、もうどっちもねオープンにね、もうお手洗い借りやすいですから。ただね、そう住友生命さんは気をつけないといけないのが、風呂場によって住友レディさんね、住友レディさんの、のフロアっていうのがありますんで、そこのところ別に立ち入り禁止じゃないんですけど、だから配達でね全然行くんですけど、そこは男子トイレがなかったりしますんでね、お渡れんかった、まあいいや。で地域でいうとここが分かれ目になっとって、これ国道1号線、これであとに走ってるのが国道1号線で、こっちが中央通りね、中央通りでこんなとこになんか立ってる。何？希望かな？望みの宝で希望ってことかな？四日市市長だで加藤。ああ、前の前ぐらいかな。今は、森市長ですもんね。その前が野呂さんでしたからね。そうそうそう。うんで、そう、ここでね、分かれてますけど、なんかいろいろあんだな。いざ歩いてみるとあるね。うん、この諏訪境町ね。あ、そう、諏訪境は諏訪境町なんですけど、諏訪町は諏訪町なんですよね。そう。で、こっちから先が諏訪境町。で、こっから先が諏訪町。で、こっちが境町。あ、じゃあ三栄町だ。三栄町で、こっちから先が浜田町ってことでね、結構エリアの分かれ目なんですよね。任せて、この辺りはそこらの人よりは詳しいよ。任せて、この辺りはそこらの人よりは詳しいよ。ここはもう中なんであれですけどね、そうビルの中は意外とね安い自販機が多くてね、それこそね諏訪町ビルさんもお世話になりました。諏訪町ビルはね、諏訪町ビルも安かったしね、向かい側にある裁判所ね、裁判所とね、あと検察庁があるね、 あそこね、実は自販機安いんですよ。裁判所はね、ちょっと買いに行きづらいかな、ちょっと、ね、出入りする裏口の方にありますのでね、あれなんですけど、検察庁はね、実は表玄関のところにどーんと置いてありますんで、あそこならね、使い勝手いいと思います。あそこね、90円とかでペットボトル売ってますからね、すごくお得。ね、素晴らしいっていう話をしてたら、参道の方に入りました。ここがね、旧東海道のところになってきますよってことですね。ね、もう大きく書いてますよね。東海道、ここは四日市ってことで、ね、宿場があったのはもうちょっと先なんかな。なんですけどね。ですから、ここはもう由緒あるってところなんですけど、今日も動いてますね。そう意外とね、動画でうちのところに人は伸びてるね、こいつ。昼間に見ても怖いな。いいよと言うと言ってますよ。こいつはよく大乳道と間違えられますけど、中乳道っていう名前らしいですからね。そう大乳道はね、もっとでかいですし、顔がね、動くね、からくりとかがありますからね。普段ね、あれ、大乳道は中納屋だったっけ、南納屋だったっけ、納屋の方のね自治会が管理してますからね。私も中に入ってるの見たことありますよ。配達の辺りをエリア配っとった時にね、ちょうどちょっとメンテナンスやっとってバカって開いて、ね、大乳とかふわっとってもうってねなったりしたことあります。でね、ここの通りなんか美味しいし、ここの通りはね問屋さんがあるやろ。でどこだっけ、あ、そうそうそう、ここ気になってんだけどね、焼肉人さんね、配達で中に入るとあからさまにいい焼肉屋さんの匂いがしてますね。で松岡さんも昔からあるね、うなぎ屋さん、近鉄の百貨店のフードコートにもありますよね。あれ、ここ変わっとる、麺屋心になっとる。ここ確か韓国料理屋さんがポンポンポンって並んどったんやけどね。あ、そっか、こっち変わったんだ。まあでもそれをもにねありますね。そうそう、まあ韓国料理多いですよ、四日市は。工業都市ということでね、コリアン系の方もね多い町ですからね。そうそうそう、ちょっと行ったら朝鮮学校とかもありますもんね。電車で2駅かね先になりますね。あくだ川じゃない、あくだ川でやってるね。でここら辺なんかでもおしゃれなカフェがあって、ここなんかコロナになる前なんかよく結婚式のパーティーの二次会とかやってましたよね。で本題的なところに行くと、ここで今建物夜のお店になってますけど、ここが昔白洋があったんですよね。本屋さん、今も瀬戸は白洋とかねあっちの方にありますけど、笹川とかにもありますよね、桑名にもあるし、まあもっと言うと昔は泊駅の前とかにもあったりとかして、あちこちに四日市にあちこち、いや四日市だけどね、三重県北中部ねあちこちにありましたけど、その本店がここにあって、今もねビルはね昔のまんまじゃないから建て替えてないと思う。なんでか昔はここのお店じゃないですけどね、働いとった兼ね合いで、私も本店の方にも来てましたし、なんなら、ね、普段一般の人が入れないところもね、一応ね、従業員っちゃ従業員やったんでね、入ってましたしね。で、本店があったの兼ね合いで、もう一体四日市の人でどれぐらいの人か覚えてるかな、分かりませんけど、どこだっけ。中村さんだろ、中村さんの待てよ、中村さんのこっち側だよな。そうそう、恵比寿屋があって、そう昔はね恵比寿屋の上にね100均があってね、そうあれ恵比寿屋の上が100均だったっけ、ここの上だったっけな、100均があったんだよな、クリスタルっていう。でその向かい側のちょうどこの辺り、多分この建物がね今でも多分白洋ビルって名前になってるんじゃないかな。さすがにビル名は残ってなさそうですけどね、この建物のところが、昔白洋のねアニメショップがあったんですよね。ベルシック白洋っていうね名前のところがあって、まあ私が学生時代に、ほぼ入り浸ってましたからね。ここで大体私のオタク生活が始まったというかね、まあ大学がね、その大学の時、学生の時に白洋でバイトしてたんで、そうするとね、まあ集まってね、社員割引がね、同じ会社なんで使いましたんでね、なかなか本をね、社員割引で買えることって少ないですから、そうするとね、まあ当然、大きいですから、島根で買えるってね、よく買いに来ましたよ。で、こっちの方でね、買ったりもしましたけど。っていうことで、懐かしいな、ここのね、ところでね、これね、上ね、3階まで、あれ、4階あったっけな、4階はなかった、確か3階までなんですよ。普通ね、お客さんが入れるとこは2階までだったんですけどね、裏口というかね、倉庫みたいなのが3階にあってね、まあね、こっちの方に物取りに行って、おーいって、当時の店長とやり取りをしてたもんですけどね、そう、懐かしい。当時の店長って誕生日が一緒でね、お互いで嫌がってたっていうのがね、懐かしい思い出です。でまあ、見てしめてからね、もうすっかりこの辺りも商店街でね、もう居酒屋していましたもんね。昔はね、それこそ8時回ってやってる店が全然なくて、まあ、ホームランは開いとったけど、本当、ホームランって恵比寿屋ぐらいしかなくてね、それでね、仕事、8時閉店だったのね、ここのベルシックも。8時閉店で、閉店して店閉めて、シャッターギャーって下ろしたら、そのまんま店長とかと、ここの恵比寿屋で一杯食べて帰ろうかっていうね、いう流れが多かったですね。その兼ね合いでここの恵比寿は本当によう来た。そうで、ここが閉まるかなどうかなっていうこのらへんに、向こうにナルトの店ってどんな覚え方やって、一楽ね、一楽ができたね。そうで、できてからちょいちょい行ってましたけど、何やかんやって結局またこっちに戻ったりしてね。まあもちろんその前からずっとペンギンさんはありますよね。ペンギンさんは昔からある、けどね。そうそうそう。アイビチンさんとかもね、まあ言って長いですけど、当時はなくて、もう今ではね、こんなにラーメン屋さんも角倉とかもバーンとできましたし、山ちゃんなんかもできてね、まあここから先の夜のお店は昔からありますよ、夜のお店はありますけどね、こういう食べるお店はね、ここも変わったらまた、あれ、ここ前何やった？串カツじゃなくて串焼きかなんかあったよな、変わってこない、この辺りは。で、諏訪境がこの区画までで、こっちから、ここも諏訪境か、その先か、西新地に変わりますよってことで、まあ、ここからちょっとディープなゾーンに入りますけど、今、どんな感じなの？ここもまた店変わってるしな、田中さんはだってできる、できないの頃まで私、もう配ってましたしね、あ、でもできてからしばらく配ってたわ、来た時にあったもんね。この丸市さんもね、ちょっと聞いたんですよ。夜しかやってませんけどね。不定期な日曜日の夜だとやってないこともあるかな。で、そう。ここが、それこそここができるかできないかぐらい、できてちょっと経つぐらいまで加わっとったかな。で、ここももう2年以上になるのか、できてから。この辺りの配達はまあ大変だったな、なんてこと思い出すが。港さんもね、増えたね。ちなみにここから行ったら3番目、このね、ただね、この通りね、侮りませんからね、四日市の中でも、マイナーな通りってマイナーな通りなんですけど、うまい店多い、そこ、そこの先から行きましょうか、ここのお寺でもよくお世話になりました、商店街ね、配ってね、三四三でね、弁当買うついでにちょっとね、お手洗い借りたりとかね、で、ここでね、ちょっと借りたり、まあ、なぜここにね、ポッと配達の時にちょっと止めてね、パッと配りに行ってね。ただね、あんまりここもここでね、結構、中金のね、やつがありますんでね。で、こっそりゆっかとった自販機、ここっていうね。面白いでしょ。なぜかね、ここ毎年そうなんだよな。上がホットで、下がアイスになんだよな。なんで、普通大体アイスが上になって、ホットが下に来るんですけどね。あそこの自販機だけ不思議だなと思いながらいつも買ってました。ここが、諏訪前公園ね。公園があって、そこから先、そのまま神社と直結って。で、こっちの方も、今、パールス一丁してですね、もともとね、みなつ寿司がここにあったんだよな、今もあるよね、こっちの方が先にあったな、寿司酒場港ってあって、何がすごいってね、ここのね、寿司酒場港かな、できて繁盛しとるなと思ったら、なんとね、真向かいに屋台寿司が来たんですね、なんならそれまで屋台寿司なかったですからね、四日市飛ばされるんですよね、結構、そう、で、ここら辺もね、このね、自転車屋さんも昔からですしね、このでも自転車屋さんね、どうもね、ラグビーが好きなのかな、結構ね、ラグビーグッズとかがポンと置いてあったりしてね、って、思うことありました。で、横丁、ここもね、いろんな飲み食いできるところがいろいろと入ってますからね、で、地盤ものね、パッとね、手早く食おうと思ったら、まあ、伊勢志摩ものが多いですけど、僕やったらね、結構安牌で食べれますんで、おすすめですよ。馬肉もやってなかったっけな。あとなんか、地ビールがいろいろ飲めるね、バーとかも入ってます。あ、もう営業してるな。で、こっちへ抜けてってなりますよね。あ、もうここも閉めちゃったのかな。ここに昔ながらのね、レコードショップがあってね、あれ閉めちゃった。今日やったの、日曜日ここ定休日だったっけ？あ、やってたよな、日曜。こんな感じでね、昔ながらのレコードとか、昔ながらのとか、本当にすごいコアなやつ、多分探せば絶対お宝ありそうですけどね、俺もう閉めちゃったのかな、まあいろんな店できてはなくなりはしてますからね、あれ、ここもまだ変わってんな、海賊さん変わってねえな。ここの店員さん、いい人が揃ってますからね、配達の時にね、すごく優しかった、そして左利きだった記憶があります、誰か左利きのスタッフさんがいて、あ、左利きやと思って、ここのナイトリバーは、なんか、何回か配達で訪れましたけど、おおっていうね、独特の空間が広がってますからね、おおってね、で、ここはもう、北岡さんはもう昔ながらのね、ところでね。なんかね、ここの配達に行くときだけはね、千葉郵便ですって感じで、なんか行きましたね、こんにちは、郵便局でございますって感じでね、思わずね、私もね、ここちょっと、心が清らかになるようなね、何せね、配達に行くのかね、上に配達に行くんですけどね、あれ上は何かって言ったら、商談用のスペースになってましてね、リアルこれ一体何百万で効くのかなみたいなね、やつをね、社長夫人っていう方とかね、こうね、見てらっしゃってたりとかね、してましたよ。商談会とかになるとあれですよ、本マグロのね、寿司職人さんがね、お寿司をね、プレゼントってね、やってましたからね、よだれ垂らしながら配達に来ましたね。全然お前、後期ね、保ってないやないかってね、どっそ、あれ、本マグロやんってね、赤身でしたけど、本マグロやん。うわ、そんな分厚く切るのってね、見ながらね、配達をしておってね、サインもらうの忘れかけるっていうね、大失態やらかしそうになったことありますけど、こんな感じの話をしとったらね、こっちに、ここもね、昔ながらの喫茶店、ありますよね、ソラサロンさんとか、ハンバーグなんて800円、普通に安い。そう、ケーキもね、売っとるし、ここはモンブランが入ってんだ。知らんかった。モンブランだったら美味しいよね。うん。よかったら有名なところ。で、マッサンもね、こっちの方の、もうこっちに移転する形になったのかな。マッサンはもともと向こうのね、筋の方にあったんですけどね。そうそうそう。できたけど、これを私配達思いっきり間違えましたよね。うん。あ、マッサンって書いてあるねって言って向こうに持ってった。ごめん、それは向こうよって言って、あ、すいませんってね。だからちゃんと住所もね、よう見たらパンチ違いましたが、そうですわってね、これなんかもね、ディープなね、ところがあります。これね、共同ビル、ここはね、ここでね、ディープですよ。私、隠れ男女って呼んでましたけどね、何せね、びっくりするかもしれませんけど、表と一緒のあれと思うじゃないですか。表のこっちにはなくて、裏だけで住んでる人とかもいますからね。そうか、どんな構造なんだここはってね、謎でしたけどね。そう、懐かしい。こんな感じでね、配ってましたところをくるくると回ってますよ。こっちの方もね、高寿司さんのところも残ってるね。うん。そうそうそう。これは配達もね、なかなか大変でしたからね。結構意外とこういうところにもね、回ってましたもんね。そうそう、夜にね。もう大体この手のところはね、夜しかやってませんからね、本当は郵便局ルールだと昼間に切ってね、それでまた翌日に配達ルールでね、ルールになってるんですけどね、こんなしらくせえことやってるかっていうんでね、夜にもそのままね、もう夜に持ってきましたよとかって言って、やってね、渡すってね、やってました。この中にね、バースペースなんかもありますけど、で、とにかくね、意外と忘れられがちなのが、ここら辺ね、この筋はね、うまい店が多いです。で、あんまり大きな声では言えないし、あんまり直接的には出しませんけど、一つ北の筋にね、なんかちょっと、お、穴場的なお店があるんじゃないのみたいなね、ちょっと、ストリートがあるんですけどね、あそこ、外れ多いです。多分ね、この前YouTube の動画でわーってね、再生入っとって、松阪肉を食べたんですけど、なんかねって言ってるレビューが入ってた、ところ、あれが、多分その北の筋のところ、多分諏訪公園のところから北の筋入ったところだと思うんですけどね、そうあの辺りはね、ちょっとね、うんっていうね、いいお値段を取るけど、うんっていうね、店がね、まあまあ、今そっちの方はあんまり。言いません。どっちかというと、地元民が愛するのは、この辺りからこっちの方ね。あっちはまあ夜のお店で、ね、飲んだ人とかね、そういうちょっと遊んだ人がね、食べるのではいい感じで作ってますからね。でここね、諏訪前食堂さんね、そうそうそう。今日閉まってんだ。ここもね、超不定休なんですわ。わかる？こんな感じですんでね。さあ、3月決まってねえな、まだ。ああ。おお。ここ五島うどん、五島列島のね、細うどんなんですよね。そうそうそう。ここもね、いい出汁の匂いがして。実際にね、まだ食べに来れてないんですよね、そう。何せね、日曜日休んだりとか、まあ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 、結構、営業時間がね、ど不定休なんでね、結構時間とかもね、また変わると思いますしね、結構ね、昼飲みとかね、また書いてありますでしょ。そう、というふうになってますんでね、ちなみにね、店主さんはね、同士の方でございますからね。ここの店主さんはお店にね、しれっとね、四つ葉とグッズがね、ポンポンポンと置いてあるからね、配達に来たんで、最初ね、ちょっと気になってね、と思ったんですよね。ちょっとね、2回目ぐらいからね、ちょっとね、手つきの時間だったのもあって、おっと思って、もしかしてってね、聞いたらもう大好きねってね、ああ、そうなんですかってね、四つ葉と私もね、前回読みましたけど、あれはね、いい話、ちょっとね、なんか、考えさせられることもありながら、日常的で面白いね。なかなか世界観っての日常系でなんかね、家ではやってないのにそういうのを出すって面白い、ところがありましたよね。で、3番階のここに魔王の森があって、ここはもう昔からやってるボードゲームとか、もうギャンブルやってたよな、昔。で、ミリタリーハウスとか、まあ結構オタクこういう建て並みたいなね、プラモショップがあったりとかね、ありますしね。なんですけどね、ラクダ屋さんも、昔からお世話になってますけど、この辺りはね、裏ダンジョンもいろいろありますけどね、どこまで紹介しようかな。この辺りだからね、まあまあ、店ある、ね、そっちなんかで、ね、アパレルショップなんかも入ってたりするんですよね。で、ここね、ここもね、まだ私食べに来れてないですけどね、まあまあ、お持ち帰りもね、もういいなで、ちゃんとしたサイズのね、ピッツァ、ちゃんとしたピッツァが出てきますからね。いつかテイクアウトしてみたいなと思いながら。なんかね、オリーブイートさんとなんか兼ね合いがあるのかな。久保田、あれ柴田だっけ、久保田だっけ、あそこにある有名な、四日市だと有名なイタリアンの店ありますけど、あそことなんか関係があるらしいですよね。っていう、まあ、ここもね、美味しいらしいです。評判はいいよって、うまいよって聞きます。この店なんかもね、いい評判聞きますからね。あ、そういう手でここが来たかにあって情報入ってきますからね。ここもね、おしゃれな雑貨屋さん、コッコデコさんでね、ありますね。ここももう流行ってますよね。モンテさん、イタリアンのところがボンボンボンって続きますけどね、どこも流行ってるんですよ。で、この辺りもね、食べたことで下手にね、通り沿いよりもね、まあ、あっちの方で美味しい店いっぱいありますけどね、こっちの方がいろいろありますしね。で、ぜひね、案件としていただきたいんだったら、ここかな。マロードさんっていうね、これ買いましてね、ここはね、オープニングの時にね、ちょっとね、いろいろとね、搬入とかで、やってましたけどね、もう、どう考えたって、そんな、一本じゃ絶対ヒヤヒヤってなりますからね。まあ、3、4本は持ってないと、ちょっと入店、また来るのもちょっと怖いなっていう感じの、いい雰囲気のお店でございましてね。もともとは、この服部さんのところがやってましたけどね、お店が入っておったのが、服部さんがこっちで行って、まあでもオーナーさんはまだ変わってないのかな。でも、マロード、4000円からコースあるんだ。あ、そうなんだ。大焼きうどん、あ、地元のうどんだ。大焼きうどんって言ったらね。カツカツとかもあるんだ。結構行くと、ザ・シェフって感じのね、もうすごい高い帽子のね、かぶったシェフの人がね、出てきたりとかしてましたけどね。裏口がないかね、あれでね。表から入ってましたからね。大体、飲食店って裏口から入ることが多いんですけど。この手のところだと裏口がないよってところもありますんでね。あと、この上にね、マニアックに気になる店あったりするんですよ。スメダギダイニングさんと。これね、相当ね、高そうな感じのやつでね、ここも料金出てませんからね。あ、でもこんなヌードルの店もできたんだ。どこ？あ、違う、一緒のところで、ランチはヌードルやってんの。で、リーナがまだこれしかやってない時しか来たことねえな。というか、来たって言っても私がこれでね、では、ね、ビーフストロガノフをじゃあ、ビーフストロガノフ、シャトーブリトーとかね、言いながらね、そんなことじゃなくて、普通に配達できただけですけどね。そんなこともありましたね。さあ、で裏側に入るとちょっとここなんか昔ながらのね喫茶店だったんですよ、ここはね。なんかもあったりしな、まあパブとかも、あ、そっちか、パブとかそっちか、スナックとかそんなのが入ってまして、そんなこともありましたね。さあ、で裏側に入るとちょっとここなんか昔ながらのね喫茶店だったんですよ、ここはね。なんかもあったりしな、まあパブとかも、あ、そっちか、パブとかそっちか、スナックとかそんなのが入ってまして、よかち飯店さんも有名ですよね。そうそうそう。5時半まで休憩するとか。そうそうそう。昼過ぎちょっとね、時間狙わないと配達もね、あれでしたけど、まあ大体、この辺りの場合は、ポポッとアポ取ってなんかすることもありましたけどね。この辺りもね、結構ディープなところ多いんですけど、中でもね、四日市のディープオブディープって言ったらこっちの区画ですよ。ね。古屋があって、まあまあまあね、お店もだいぶね、そういう感じのお店が増えてきますけど、さあ、ここ、確か手羽先うまかった。ここだったよね、古屋だったな、確か、そうそうそう。うん、うまいよって言われてね、連れてくるものでね、ちょっとね、映せないものがいっぱい映ってましたけど、ここに、あ、営業やってる、上映やってるわ、六本木かさね、昔の入活的なやつがね、ちょっと、もう、趣、もうここの画面のところから、映せないね、モザイクかけて、あ、もうモザイクかけるしかねえや、ああ、ね、そう、ハトか、お前か、危ねえ、危ねえ。鳩弾食らうところやった、そう白いのぶっかけ、まあぶっ有名なところがねありますよね。ということでね、この辺りディープ、あそこがキングオブディープですよね。そうそうそう、あそこはね、昔話になるんですけど、実はあそこってJP じゃない？なんかね、日本がね、入っておったらしいんですよね。で、今はね、DVD をね、上映に使ってるらしくてね、もうデジタル化が進んでおりまして、ちゃんとデジタルのデータでやってるんで、配送とかもね、もうちっちゃいね、コンパクトで DVD1 枚とかでできますから。ですからね、ちっちゃかったですけど、昔はね、それこそフィルムが大量に届いて、それをね、ばっかんばっか搬入やってたらしいんでね、当時を知るね、先輩からね、あそこ配達行きましたよって言ったらね、おい、あそこ大変だろうって言われて、今こんな感じですよって言ったら、何って、何そんな楽しそうのかって言ってね、俺たちの頃はっていう話を聞いたことがあります。相当重たいフィルムを、もうどっかんどっかの細い階段をね、ばっかんばっか運んでね、いや、そりゃね、大変なところ、大変な配達やってんやぞってね、いう話を聞いたことありますね。で、こっから先が西新地、まだね、すいません、難しくてね、で、こっちからちょっと一つ北の筋に入ると、ちょっとね、お高い感じの店が増えたりとかね、ここもブローシュの地頭さんとかね、ここは気になってない、この上なんかもね、近所のお店も結構いろいろあるんですけどね、あと奥に、うどん屋さんなんかもありますね。ちょっと高級な感じの讃岐うどん、まあ、夜の、お客さんがやってくる感じですからね、こっちから先にまたちょっとディープな、いろんなお店があったりしますんで、そこのね、裏側のところのね、手羽先とかやってるところがもう美味しそうですし、あとはね、皆まで分かる、ここなんかまた変わったな、もうこれどうせまた玉入れだろうね。どうせっていうか、この辺りでは非常に強いところなんですけど、このね、ホルモンの店よりもね、ここ、端っこにそろってあるコオロギっていう、これでコオロギっていう店なんですけど、ここのお好み焼きめちゃくちゃうめえですよ。ここもうめえです。ここはね、食いに来たことあるんですけど、ほんまうまい。あ、で、一個一個はね、一枚一枚がね、しっかり大きい、京風お好み焼きなんで、またちょっとね、何和風ともね、ちょっと違うね、感じになっておってね、結構魚のあてにするならいい感じです。で、京風はどうもね、ご飯つけないのかな、そういえば。うん。強豪ってご飯ついてるの見たことねえな。あとはね、お花屋っていうね、ここにたこ焼き屋さんなんかもありますけど、ここの一徳やばいね。もうここで食べるのは、まあ、県人ラーメンもね、有名、ここに並ぶからあれですけど、私はね、やっぱり一徳屋用意しますね。うん、いくらにもありますからね、一徳屋。あれと一緒。なんて話をしながら、ここのね、気になって、あ、でも残ってるな。結構オープンしてちょっとしてからね、もうコロナでしたからね、大変そうだなと思ってましたけど、ここなんかもね、リブマックスできてね、ここにもお好み焼き入ってますけど、あ、ここもここで京都の京茶花っていう、京都のところでね、お好み焼きになってます。ってね、思われる方も多いかもしれませんけど、意外と四日市、三重県って、難しいところがあって、今でこそ近鉄で大阪にポンとつながってますんで、名古屋とも近いんで、名古屋の文化が入ってきてる。ね。なんですけど、実はその一昔前は東海道の時代は、大阪行くのに京都経由しかなかったんですよね。そう。木津川とかあっちの方から抜けてね、京都、関の山越えてね、滋賀、京都から入ってくるルートしかありませんでしたと。その兼ね合いなのかね、方言もね、大阪弁というよりは、どっちかというと、ちょっと京都弁に近い、ね、ちょっとはんなりとまではいかないですけどね、そうなんとかね、素敵やんやんとかね、あんた偉いのにねって、偉い頑張ってなーって、そんな感じのね、言葉遣いになりますんでね、ちょっとイントネーションも昔的には一つ。だからね、文化的にもちょっと京都の影響を受けるのが昔ながらの店が多い。だから関東にって言わないですもんね。うん。そう。ですから、たこ焼き屋さんもね、昔ながらのところは強風が多いですから、意外と何は風が少ない。ね。ところなんかもあったりします。で、こっちの方にバーッと抜けてきますけどね。ここはもう西浦だ。話しとった西浦までぐるっと回っちゃった。よし、まあ、こんな感じでいろんな店がありますよということで、言うて1時間ぐらい歩いてるか、そろそろいい加減アスラローの方移さないとな、こんな感じでね、いろいろと歩いてね、あとは紹介しとかないといけないところ、もう意外とね、こっちが抜けたところ、これまたね、地元の人はね、地元のサラリーマンの方、ご用達のお店も多いところでね、ここのね、寿司の和光さんもね、先輩にごちそうになったことありますけど、美味しいですよ。ここ焼ける前だったけどね、そう、ここ一回火災にあってね、全部店なくなっちゃったんですよ。で、どうなるのかなと思ったらね、無事立て直ってね、ああ、よかったよかったっていう話をしてたんですけどね、そうそう、その時に立て直ってからたまたまちょっと配達で寄った時に、あーってね、ちょっと話をしたりした思い出があります。美味しい、美味しい、本当に美味しい、お寿司屋さんのお寿司でございましたね。なんてね、話をしながら戻ってきますと、これまた西浦と安島の境目ぐらいになって、この辺りも結構ビジネスホテルがあって、この一つ裏の筋に入るとね、まだ安いところも多いですからね。で、ここに天理橋あって、この辺りはビジネスホテルかな。あんまりこの辺りは、私は、手作りお弁当なんてあるんだ。こっちにね、こっそり書いてあるんですけど、実はこっちから北口に行けるやんことはないんですよね。向こうの通りが有名ですけど、どうしよう、向こうから入る？よいしょ。懐かしい。こっちに駐輪場があって、あっちの方が有名ですけどね、南側の方のね、アスラロ鉄道のね、前のところの方のが、私はまあ、住んでるところの兼ね合いかな。北側に住んでる人はこっちに使うことが多いかもしれませんし。でもこっちの方が便利か。そのまま乗れますからね、そう。南側だとね、交差点挟まないといけませんからね。で、裏の発着場があって、これ近鉄の発着場があって、今の時間だと落ち着いてますね。あ、懐かしい。ここが搬入の繁忙の時間帯になると、もうぎゅうぎゅう詰めでひしめき合いますからね。あ、米山線が走ってくる。ね、なんて見ながらしとると、ここでね、大体ピンとくるかな。ここマックで、もうこれでも表通りもいいんで、ルンスは。ね。こんなね、裏道の紹介なんかもしちゃいますよ。重箱の隅つついてきますよということなんですけどね。これで北口の方に出る。まあ、こっちの方も綺麗になってますよね。いろいろと道もできてるし。まあ、とりあえずこんな感じってことで、これが北口の方ね。で、こっちはこっちで栄えてます。まあ、真ん前にはね、発着、乗り付けとかするところからないんですけど、両端にね、まあまあ広い道もあったりするんで、そっちから乗り換えたりとかね、したりしますよっていう感じですね。で、注目すべきはこれかな。ね、さっきも言いましたけど、南口に松清があって、こっちにはこっちで松清があるんですよね。で、そこにファミマがあるでしょ。で、駅登ったところにファミマがあって、その上のホームにもまた2つファミマがあって、で、なんならね、それで的なりね、ちょっと人が多いから映しにくいですけど、ここはね、24時間じゃない、11時で閉まっちゃいますけどね、夜の、マックがあって、マックよりも正直そこのコメダコーヒーの方のが落ち着けるなと思いながら、コメダコーヒーを使い、ご飯食いたい時はだいたい吉野家かこの王将あたりに寄ってっていうところなんですけど、唐辛子さんもね、唐辛子さんがあそこにも入ってるね、近鉄の百貨店の中でも入っとって、そこでね、キムチなんか買いますよというところもある。で、スターアイランドがね、なくなったんで、ここに今 JP 来てますけどね、郵便局で、ここにね、もうね、ファミリーマートがあるんですよね。でね、ここにファミリーマートがあるでしょ。で、ここアニメイト横のファミマって呼んでますけど、私は。で、ここにそう、トレカできたんだな。でね、言うてね、なんやかんや、いろんなとこ、まあ言うてね、この辺りで仕事しとったこともあるんで、いろんな店食べますけどね、多分ね、一番来てんのはここ、喜多方ラーメン番内。言うてね、ここ、神々しいでやってたっけな。そう、ここがね、一番来るな。そしてこのね、大渋滞の元になる近鉄パーキングスは、ここはね、配達の時に難易度高いですからね。こういうふうでしょ。もう、うわって言っとったら、もうここはね、安易に入らない方がいいですからね。だからこれ安易にここで待ち合わせしようとすると、大惨事が起こることもあります。あっちでね、待ち合わせする人もいたりしますし、ね、この辺りはね、いつも使う待ち合わせで使うんだったら、ここって決めておくことができるんですけど、意外と初見でパッとやるには難しいって話をしとったら、ここにもファミリーマートあるんですよね。ファミリーマートがあって。なんならさっきキング観光がちらっと映ってたと思うんですけど、あの通りの向こう側にももうファミマがありますからね。で、近鉄百貨店があるでしょ。で、笹川テニス場の方に行くでしょ。だいぶすっきりしたな。昔はいろんなところに走ってましたけど。そう、笹川ジャブにも行きますからね。笹川ジャブもいい温泉ですよ。暑いんですよ、ここは。暑い、いい温泉が入れます。で、一回来たこの辺りに戻ってくるクラブトゥーリズムさんなんかね、書いてありますけど、で、今のここで、で、最初に映ったアスナロ鉄道の前のファミリーマートがここにあるということでね、まあ、ファミマまできなんですわ。だからファミマの配達するとき怖かったっすよ。これどのファミマってね、店頭受け取りの荷物あるじゃないですか、あれなんかの配達でね、行くんですけど、本当にね、間違いなんか怖いところでした。いや、なんて話をして、おったらまあぐるっと一周回ったんで、まあ、こんな感じねっていうところ、ここに市役所の窓口、土日がここが空いてるんでね、結構混みます。で、観光ホールとかもあるんでね、まあ、四日市の情報とかね、まあ、ぜひね、うちのチャンネルでもね、やぶさかではございませんのでね、ぜひね、いいお話いただければな、いいなぁなんてね、思いながら、市長さんね、あ、これ電子停って呼ぶんだ。これずっと電子自動って呼んでた。そうそう、目的通りのこれね、あそこにあるんだ。高砂町にあってね、あそこは配達、あそこが一番よく入ってた配達区域なんで、昔の急行ね、稲葉町って言ったらわからんか、昔ながらの旧の港がある、千歳町から一つ中に入ったところらへん、あそこらへんのところにあるね、昔ながらの建物でね、今の時期なんかにね、行ったらね、多分ね、まあ、ただ、かなりね、さっきの値段見ても分かる通り、高級なお店なんで、なかなか行くことがね、機会が少ないかもしれませんけど、今の時期に行くと、私、それこそ配達で中に入らせてもらってたんでね、むちゃくちゃ立派なね、ひな祭りのね、人形とか、ひな人形がね、置いてあるんですわ。そう、この時期になるとね、飾るらしくてね、なんかね、もう、これ何十人体制って、変態組めますやんぐらいのね、勢いでね。なってます。あ、違う。ご飯を、どうしような。せっかくやからご飯食ってこか。その前にお茶で借りよう。はいということでね、実は時間はだいぶ経ってます。結局ね、途中で通ってきたところの北方ラーメンさんでね、チャーシューラーメンね、いただいてきまして、こんな感じでね、やっぱ美味しい。あそこのね、チャーシューラーメンは、本当にチャーシューいっぱい乗ってますからね。ちなみにこれ、一口食べたとき、写真撮ってなかったって思い出してね、慌てて、ちょうど肉は食べてなかったで、肉で蓋をしてますんでね、ちょっと麺が減ってるんですけど、まあ、わからないですよ。それぐらい、チャーシューの量が多いということでね。ここ面白いのが、木がね、いっぱいね、生えてるんですけど、これ多分木の根っこが押し上げてるんでしょうね。なんかだんだん、ウェーブがでかくなってますもんね。っていうふうになるのと、なんかここがね、タクシー乗り場ね。今はタクシー止まってませんけどね、夜とかだとすごい止まってることも多いですよ。ね、こんな感じで、まあ、各地名所が載ってますけど、南バス乗り場発で、四日市市立図書館ってあっちの方だったっけ、西バス乗り場のイメージだったけど、ね、あっちの方に行くやつの方が多いよな、市立病院だからね、まあ、難しい。で、行くやつか、ものによって違いますからね、あとは、ふれあい牧場とか、四日市スポーツランドってどこ？青木源さん。改めてこうやって見てみると分かるね、水沢の茶畑が分かるわ。もみじ谷もまあ分かる、宮島峡もね、中央緑地ね、総合医療センター、今日ね、ちょっと前見ましたよね、杖月坂は、あそこね、直接は登ってませんけど、国道1号線の、歩道橋のところからね、移して、うねめのって言っとった、そのすごい坂っていうね、あっちの方にある、まあ、歩道とまた別に旧道のところにすごい坂があるらしいです。こんな感じのね、杖月坂ってなんかありますよ。大和武尊の御事が杖をついて登ったと言われてますね。場所はね、菊姫もありますよというところとか、こうやって見てみるといろんなところありますね。宮島峡とかわかりますけど、日中の追い分けもね、こうやって見てみると本当にいろいろな、行ったことあるな。茶畑は行ったことありますというか、茶摘んでましたからね。もみじ谷は行ったことねえな、そういや。宮島峡はちらっと行ったことあります。日中の追い分けも行ってもらったら、杖月坂も直接見たことない。歴史民族資料館はこすにあるんだしや。霞緑っていう工場夜景もね、直接ここのは霞の方は見に行ったことないですね。千歳の方とか見ますけどね、南部丘陵公園、今行ってきましたね、樽坂公園、鳩山緑地、ここもね、綺麗ですよ、行ったことあります。で、紫水庵は行ったことない、なんかね、気軽にお茶が楽しめてるけど、なんかね、お茶っていうのがね、ちょっとね、敷居が高く感じでね、地場産業はちょいちょい行ってますね、アピタの横にそのまま隣接してますからね、萬古の里会館は、あ、ここは私、取材というかね、萬古祭りの時に行ったことありますけどね、そう、これで、ね、萬古焼っていうね、有名なやつがありますからね、で、ポートビルも登ったことないな、そういえば。で、水広橋梁はもう嫌というほど通ってまして、うちのチャンネルでもこの辺りはね、やりましたね、潮吹防波堤もやりましたね。ふれあい牧場知らねえんだよな、なんだここ、知らねえ、こんなのがあるんだ。スポーツランドはちっちゃい頃になんか行ったことあるかな、県民の森とは違うか、でも。で、伊坂ダムのサイクロン。あ、これね、実はサイクルしたことあるわ。うん。そうそう、レンタサイクルがね、ありましてね、ここのところをぐるっと回れる。意外といいんですよね。こうしてみるといろいろありますね。改めて見てみるといろいろありますね。ただ、このネーミングセンスどうなのかな。さっきもちらっと言いましたけど、ね、送迎用乗降場を作ったけど、まあ見事に、全然使われてないよっていうね、大体みんな即帰で乗り降りしますからねっていう、ところなんですけど、これもね、ここにはね、ついてるんですけど、そこはついてないですからね。でね、このね、送迎用乗降場ですね、キス&ライドなんかね、狙ったんでしょうけどね、うん、なんだかな、なんか、今日ずっと混んでるな、ちょっと落ち着いたら撮影しようかなと思ってたんですけど、まあ、言うてやっぱ人が本当、今日は多くて、またちょっと改めて撮影にしましょうかね、まあ、こんな感じで、まあ、とりあえずね、ターミナル自体は制覇できてますからね、そう、四日市の駅前でちょっとブラブラしすぎましたけど。まあ、たまにはこういうのをね、ちょっと久しぶりの、まあ、外ロケということでね、まあ、またね、コロナが明けたらぼつぼつね、撮っていきたいところであるんですけど、言うてね、まあ、私もね、まあ、ちょっとコロナの影響でね、まあまあね、コロナの影響で、財政面大打撃を受けてましてね、まあまあまあ、ちょっとね、資金繰りでね、わたふたわたふたしないといけないんで、多分2月、3月はね、そんなね、悠長にね、出かけとる時間がなくて、結構銀行とかいろんなところを走り回らないといけないんだけどな、これ、困ったことに、平日休みじゃないんで、意外と銀行、ここにね、私、ちょっとね、住所変更とかもね、ある兼ね合いでね、ちょっとね、寄りたいんだけど、なかなか本当に寄れないっていうね、土日に窓口で会えるところだったらいいんですけどね、そうそうそう、ない銀行さんだと結構これは困りもんだなっていう。まだなんか演奏されてるんだね。一回なんか演奏してるし、なんかちょっと通りにくいし、一駅、駅間散歩やっちゃいましょうか。こっからね、赤堀駅までね、駅間散歩やってみようと思いますよ。今、中部国際空港は運休してますけど、京都、大阪の方はね、行けますよ。で、ただね、乗り場こっちだったっけ？あ、そうだ。ユニバに行くやつはこっちから行く。京都に行くやつは、京都はね、ここじゃなくて、向こうの方ね、西バス乗り場の方から発着のはずですけどね。さあ、な感じ。こっちの方とかも、まあ、本数減りましたね。2時間に1本でも一応確保してあるのか。うん。あ、でも、泊山経由だから、白木神社経由じゃねえんだ。あ、そっかそっか。だとあれだな。白木神社のところは、余計、1日1本？そう。じゃあね、せっかくだからね、旧東海道沿いにはなっちゃいますけど、まあ、地元なんでね、地元ネタとかもね、喋りながらね、撮っていこうと思います。で、このアスナルっていうと、今ね、来ちゃいましたね。これに乗れるかどうかですけど、ここからね、ずーっとね、下っていくと、赤堀駅、こっちの方ね、赤堀駅がありますんで、そっちの方までね、ぶらりと歩いてみましょう。で、旧東海道で行くと、こっちね、こっちの方になるんで、まあ、せっかくだから旧東海道の方通ってきます。あっちだとね、ただね、こっから先はね、本当に住宅しかないんで、しばらく。遠藤さんとかね、いくつかはありますけど、あと卵屋さんがあるな。卵の仲卸屋さんとかはありますけど、ね、あまりお店っていう昔だからの商店っていうのがね、あるところら辺まではね、こっちの方歩いた方がね、手っ取り早いんでね、こっちの方歩いていこうと思いますよ。こっちの方がいろいろ店もありますからね。で、ここが有料駐車場、駐輪場で、こっちの方が私よく使いましたね。うん、ちょっと綺麗になったな。それこそ学生時代、常盤の方に住んでましたからね、こっちの方のが。ポッと来れるっていうんでね、ああ、20円を浮かしたい時だった感じでしたね。昔はね、近鉄の時はね、その前も言いましたけど、片道プラス20円だったんでね、まあ、名古屋とかに行く時は別に赤堀から乗り合いして、まあ、近鉄の四日市の駅前にね、用事がある時はね、160円ね、往復320円ね、ケチるのにね、チャリンコこいだよく来ましたけど、この辺りもユマニテクが増えた、本当にユマニテク増えましたよね。ここも全部ユマニテクなんだよ、もう今。専門学校とか看護学校とかね、いろいろとやってますからね。ここもユマニテクですよ、この、調理。まあ、もともと調理がメインの、調理学校の大橋八学園がね、もともとですからね。そこはもう、鵜の森神社があってね、神社があって、そこの前を、もう、あすなう鉄道が走っとるという感じですね。で、まあ、こっち行ってもレンタカーと、セブンイレブンぐらいしかないけどな。まあ、道としてはこのまままっすぐ行くのが楽かな。で、ここに、名古屋統括部ね、近鉄の、事務所というかね、がありますと。ここ立派ね、まあ、縦長なんですけどね、実はスローンとね、奥まで、建物がありますよと。で、ロイヤルメゾン浜田があって、で、こっちの方に来るとちょっと安くなる。24時間700円でね。で、道、ちょっともう一つ筋の方、奥の方に行くと、だいぶと安くなりますんで、駅前からね、こう、パーク&ライドするのにね、安く済ましたい方はね、この辺りがおすすめかな。コスパいいから、こっちか、西浦の方に出るかですけどね。うん、西新地とかあっちの方に行くと夜の料金が高いんで24時間眠るようにならない。夕方までの利用だったらあれはもうちょっと高いかな。うん、近いですけどね。駅前すぐのところは打ち止め1800円か、1300円かなんで、まあまあいい値段ですからね。なんならこのまま平川まで歩いたってもう一応元は取ってますからね、あすなろ鉄道の。よいしょ。で、まあ言うてここのセブンも重宝しますけどね。一回そこの駐車場から撮ったことありましたよね。どこ行った時だっけ。で、渡ったら、実はこういうのまま歩いてくるとすぐね、旧東海道に当たりますからね。で、ここのね、なぜかここに堀木っていうね、コーヒー屋さんがありますけどね。ここも毎回気にはなってるんだけどね。モーニングセットやってますよっていうね。堀木さん。堀木町、お名前なのかな、堀木町っていうとね、全然こっちじゃないんですよね。また堀木っていう町があるんですけど、四日市にもだいぶ外れた方なんですよね。うん、この辺り四日市の駅があったり、今ここでね、この辺りになってますんでね、うん、不思議な町名がいっぱいあります。うん、ずっと歩いていくとちょうど高架下をね、ずっと歩いてる感じになってますけど、あっちが、あすなろ鉄道でね。これね、ずっと歩いていくと、もうね、このままね、実は旧東海道にぶつかります。うん。ですから、ぐるっと回るのがあれだなっていう場合はね、ここから歩いていったらね、早いですよ。道もややこっちの方が歩きやすいかな。ここ一方通行なんでね。うん、ちょっとまだ歩きやすいかな。で、この辺りはずっと浜田ね、浜田町、北浜田、北浜田、中浜田、南浜田あたりがこの辺りかな。あ、じゃあ西浜、そう、北浜田だけちょっと外れてんだ。1号線の向こうからね、東側にある北浜田。で、浜田、中浜田、南浜田があって、西浜田がボコンとまたね、ちょっと外れた感じのところにあるっていうね。なんか、西浜田はもはや赤堀感がありますからね。そうそう。ちょっと区割りが独特なんですよね、浜田、浜田で。この辺りはもう南浜田だ。で、南浜田に入ると、そこにもユマニテクのでっかいのね、また綺麗になったな、あれ建て替えたあそこ。うん、めっちゃ綺麗になってるわ。あそこの奥の建物ね、ちょっと見にくいか。うん。で、そう、山路さんのところを越えると、この赤いね、塗ってあるところね、細いんでね、なかなか分かりにくいですけど、これでね現れる。ここね、これが東海道です。これで東海道の方に当たりますんでね、まあこれが一番来やすいかな。ここはここでね、赤く塗ってありますけどね、めちゃくちゃ軸多いところですからね、一回確かあれだよな、逆走してきた一方通行のところなんですけど、逆走してきた車にひかれたっていう、先輩がいましたね。うん、結構ね、気をつけないといけないところですよ。で、あとはこっちの方行くと、東海道があって、まあ、スーッと抜けていくと赤堀の方に、もうこのまんまね、赤堀駅もね、この東海道沿い、もうすぐのところにありますんでね。そう。ただね、これだと本当に旧道、道が細いんでね、なかなか車だとね、大変。この先ちょっと行くと広くなるんですけどね。で、まあ、昔ながらの商店も、結構いっぱいありますからね。でね、面白いのはね、この先にね、確か交配所があるんだよな。これだったっけ？こんにちは。そうそう、ここに公開所かね。湘南公開所ってだけで、昔の区割りなんだろうな。そう、なんか昔ながらの公開所が。特にこの看板がね。時代あるでしょう。で、南橋かと、南橋さんなんかと思ったら書いてあったね。多分ね、これは字の書き方ですが、京原、昔は、この辺り、京南地区とかって呼んでたのかな。自治会の名前とかには残ってることが多いですからね。この辺りはね、獅子舞ね。ね、なんかこういうのあるんですよね。こういうのがね、あったりしますよと。いうことです。中途を入るか一本入るでね、なかなか知られないんですけどね。そうそうそう。まあ、言うて地元ですからね、もうチャリンコで走り回ってますから、まあ、それはね、ある程度知ってますよってね。やっぱ歴史がある街なんだなっていうのが、こういうところからも分かりますよね。で、旧東海道の方に戻りましょう。するとやっぱね、昔ながら商店もいっぱいあって、この辺りもそうですよね。で、確かね、昔この中でにね、模型屋さんがあってね、たまになんかね、ミニ四駆を買いに来た記憶がありますよ。ちっちゃい頃に。今やってんのかな？もうやってないとは思いますけどね。お店が残ってるかどうかですね。この辺りずっと狭いところがあって、そうそうそう。ここ抜けるとちょっと広くなるんだよね。配達員のオアシスってね。ここら辺だとちょっと路肩に止めやすいですよね。この辺りちょっと路肩止めるのね、まあまあ、しんどいですからね。塩浜屋さんと、これ、お菓子屋さんだったんかな。あ、ここだ、ここだ。ホビーショップ銀河さん。あったな。銀河木曜店さん。もうね、もう閉められてますけど、昔ミニ四駆を買いに来た教会の人はここに、とかプラモデルとか持ってましたからね。そう、模型屋さんね。もう模型屋さんって名前がいいですよね。懐かしい。で、意外と住宅街という感じなんですけど、やっぱり昔の旧東海道ってことがだけあってね、結構ね、細かい商店さんとかね、いろいろあるんですよね。ここは、ガス問屋さんとかね、あと、なんか商店さんとかもね、名前がね、昔ながら書いてる、いや、浅野常三郎商店ですね。そう。グルメ部ってのはなんか昔ながらの書いてる。ここら辺なんか昔は八百屋さんだったんですよね。八百正ってね、看板の跡がありますね。花屋さんはまだやってる。今もやってるはずです。ここは空いてるのを見たことありますからね。まあ、お花屋さんは結構ね、地元に残るね、ところがありますよね。なかなか通販って言っても、結局、生け花をね、お届けするってなると、ラキューピットさんね、みたいな感じで、やっぱ近くのところから届けるのがね、メリット高いですから、そうすると地元の花屋さんのネットワークっていうのが大事になってくるっていう感じですよね。この辺もちょっと渋い建物とかいろいろ建ってますけども、でずーっと抜けてくると、これでまた厚鉄道の方にぶつかってくところなんですけどね、車だとめちゃくちゃしんどいですけど、ここね、ここからストンっていくとね、また駅前の方に抜けれることもできないくはないんですよね。おっと、なんと流れます。で、前が積んでます。ここがね、ザ渋滞のメッカですからね。ああ、手振ってんだ。いいね。電車にちっちゃい子供が手を振ってますけどね。そして、ここがね、四日市市民の戦場です。まあもともと赤堀っていうのがね、戦国時代に赤堀城っていうね、お堀があってね、まさに戦をやってたわけですか。そして今も昔も、交通の要になってるのがここね、この交差点、赤堀の交差点なんですけど、おお、珍しく切れた、今の決まったろ。まあここも切れませんからね、抜き道になっとったりとか、いろんなね事情がありましてね、この細いところの、とにかくね、車通りがすさまじく激しい、ところで、まあ、逆にこんだけ激しいんでね、みんな気をつけるんで、意外と事故が起こりにくいところでありますけどね、ただね、ヒヤリヒヤリすることは多いです、ここはね。ただどうしてもここ抜けないとなっていうことも多いんでね、特に配達やってるときはね、で、ここら辺も気にしてる焦点多いですよね。ちょっととかね、花物とかになってますよね。製茶用箱ってのが入ってるのもいかにもこっちらしいですよね。もうすぐ横走ってますからね。そう、駅間は短いですよ。さっきね、泊まりから西日野なんてね、ちょっとイレギュラーな歩き方したからあれですけど、基本的にはチャリンコだったら本当にすぐに行けるような駅間ですんで。何せ、ナローゲージですんでね、よいしょ、なんなら昔はなんか、あれ、浜田が信号場があったんだったっけな、そうそうそう、途中のね、言うとった浜田のところにも、なんか信号場だったかなんかがあったはずなんですよね、駅はなかったんじゃないかな、なんて話をしてたらね、もう実はね、前にね、駅前の交差点が見えてきてるんですよ。もうこれ本当にずっとね、東海道を行くだけで、よいしょ。この辺も言うてね、結構、そう、事務所とかいろいろ多いですよね。でも結構建て替えた家も多くてね、綺麗な家も見えますし、新しい家はね、駐車場用のスペースをね、取ってるんでね、やや、配りやすくはなってるかなって感じがありますね。おおご無沙汰してます。どうもどうものおかげさんで。おー、久しぶりだな。久しぶり、本当に。さあ、でね、話しとったらふっと入りましたけどね、ここね、赤堀駅、そうそう、ね、いやまだ顔聞くなあ、見てくれてるらしいです、ありがとうございますってことでね、ここがね、赤堀駅、もうここもね、ちっちゃい駅ですけどね、でもあれですね、考えてみたら、赤堀駅も赤堀駅で、駅出て、まあ、これ渡ったところですけど、あそこにチェリオのね、自販機あるんですよね、やっぱチェリオあるな、そういや、これは、アスナロー鉄道の陰謀なんでしょうかね、私、そういえば、まあ、東京だったんでね、こっちからね、あそこの自販機を使うことが多いですけど、この先はこの先でね、道が細かったりとかありますけど、さあ、これが多分、日永方面行くはずなんで、まあ、これで、日永まで戻りましょう。あ、そう、トリックアートがね、これ、どうも演奏しとるところであったみたいなんですけど、ちょっとね、思いっきり演奏やって、わーってやってるところだったので、さすがにちょっとこっちまで来ませんでしたけどね。ということで、まあ、最後にもう一発乗って、まあ、一駅だけですけどね、西の方面乗って帰ろうかなっていう感じですね。締めは一応品川駅でやろうか。この段差ね。さてとってことでね、品川駅まで戻ってきましたけどね、まあまあまあ言うてね、まあちょっとまた行きたい店もね、泊まりの方とか追い分けの方とかね、できましたからね、そっちの方もね、見たいところではございますけどね、まあね、地元だとねやっぱ便利だね、このアスナを打てるとね。そうかそうか、でも値段がバスの方が安いってのは俺ちょっと意外だったな。あれてっきり、こっちの方がね、バスの方が高いと思ってたんですけど、バスの方が安いんですね。へえ。まあそれあたりで多分ちょっと競争に、ね、なってね、まあ、公共交通機関でね利用する方が増えるとね、まあ何せ1号線混みますからね、少し渋滞緩和もねちょっと考えものでございますからね、なんてことをね考えながら、まあでもなんやかんやといろいろありましたね。そうそうそう、ちょっとしたね、ちょろっとしたお気楽動画のつもりが言うてえらい歩きもありましたし、まあ、私普段仕事でね1万3000歩とかで普通に歩きますんでね、ですからね、そこまでね休日にね歩こうって思わないところなんですけど、まあ、言うて歩いてましたね。で、まさかの赤堀でね、そうそう、もう昔からね、私がいた頃からねあっちの方ずっと配ってるね、ようお世話になった先輩の方がちょうど配達してましたね。今あれです、赤堀の駅前でね声かけてもらったのがねその先輩で、いやいやいやちょっと話してましたけど、あの感じだとそうだな、あそこの空配ってんだから多分ちょうど帰局するとこだったんだと思いますけどね。いやー、そんなことがかかはありましたけど、まあひとまずね、ターミナルも制覇しましたし、またねどっちにしろね地元ですからね、またねいろんなね折見てね、安田鉄道はね乗っていこうと思いますんでね、私はここからね、チャリンコでちゃちゃっとね、家まで帰りますけどね。そうそうそう、まあそんな感じ。あ、これだ、四日市の音楽の街、四日市にいつの間に音楽の街になってたんだ。17期まではずっとやってんだ、あれ。へえ、すごい。オープニングゲストに杉哲さん、へえ、で、いろんな、企画をやってるんですね。それ CTY も来た時レジオキューブやってたんだな。へえ、ね、置いてありましたもんね。結構人集まってましたもんね。へえ、朝来た時に貼ってあるの気づけよって話なんですけどね。多分映ってますよね。私朝来た時にここに乗り込む時に証拠写真ドン、それそら映ってるわね、今日の話なんですからね。まあそんなこともね置いといて、まあいろいろとね、いろんなね、町おこしとか、あとね電車でもうちょっと紹介できればよかったんですけど、イルミネーション電車とかね、いろいろとシースルー電車とかもねやってますんでね、そのあたりもね今日は当たらなかったな、当たらなかったんで、またね当たったら、ちょっとそのあたりもね、紹介していこうと思いますんでね、またよかったらね、引き続きね、しばらく特にね、ちょっと四日市この辺りのね、地元ネタね、中心にね、やっていこうと思いますんでね、よろしければまたチャンネル登録とね、高評価とかね、いただけますと幸いでございます。ということでね、まあ、ただね、とりあえず、今でも郵便局員さんでね、見ていただいているということがね、分かりましたんでね、おっと、これはね、下手なことは言えないなというふうに、肝に銘じて、これぐらい本当に締めたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。